はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。小高寿之です。小澤一郎です。アジアカップが終わって、もうどれぐらい経ちましたか。早いですね。まあ、そうですね。まあ、2月頭にね、決勝があって。もう2ヶ月弱経ちました。はい。だから J リーグが始まって、はい。まあ、ヨーロッパの中継もあったりとか、はい。なんだかんだで日常に戻ったら、はい。もうすぐまた来ちゃいまして。はい。僕はもうアジアカップ終わったら、はい。なんだろう、やり尽くしたんで、はい、ちょっと燃え尽きました。まあ、旧裏返すって言っておきましょうか、はい、今回からちょっとあの呼び方を変えさせてもらって、はい、特に深い意味はないんですけど、はい、まあ、確かに裏だと、ね、表裏みたいなこうやっぱり良くないというかそういうイメージになりやすいと思ったんで、もともとありそうでなかったものみたいな話もしてたし、はい、まあ、そういう意味では何だろう、まあ、独自性をしっかり打ち出すっていう意味もあって、はい、ちょっとだけ、はい、名を変えたと、はいはい、皆さんこれから新解説ということで、はい、あの、まあ、新しいでも、まあ、深さとか、はい、新しさとか、はい、まあ、芯がありますね、はい、まあ、そんなところでちょっと若干のリニューアルみたいになってますけども、はい、僕のところのツイッターにあの神解説と書いて新解説でもいいんじゃないかっていう、あ、それは分からない、分からない、そういうのもありましたんで、まあ、小澤君も今あのラリーガのでね、はい、中継も担当してるし、はい、まあ、僕ももう J リーグも始まって、まあ、引き続きヨーロッパもやってるので、はい、その中継ごとみたいなのは、はい、あの慣れっこって言ったらおかしいんですけど割と日常の仕事になるんですけど、はい、これはまたちょっとねちょっと特別ですよね、特別ですよね、はい、うん、エネルギーも使うし、はい、まあ、代表戦を何だろう話するっていう意味ではすごく注目もあるんでしょうし、はい、その中でしっかりサッカーを、まあ、言語化して伝えていって、はい、もっとサッカー好きな人を増やしたり、はい、サッカーを見る時のなんかこう視点をこちら側が提供しながら一緒に楽しんでいけるような場を作りたいということで、まあ、始めましたけども、また今日もそんな時間になればいいなと思いますので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。こちらもお願いします、はい、まずは日本の話からしていきましょうか。そうですね、まあ、一応もうスタメンも出ちゃったんですけど、はい、まあ、そのスタメン発表する前に日本のメンバーの話から少しして、はいはい、でそこからコロンビアの話に持っていって、はい、で試合と、はい、まあ、戸田さんは率直に今回のメンバー、まあ、アジアカップ踏まえて、はいはい、まあ、ヨーロッパの、ね、こう主力組、うん、まあ、大迫なんかはまだねこうクラブ戻れてないですからね、はい、うん、まあ、その辺で、まあ、コパも、ね、見据えてっていうところもあるとは思うんですけども、はい、どういう印象をお持ちでした。まあ、ヨーロッパ の, あのチームでしっかり活躍している代表のキャリアが長い人は、はい、確かにここには呼んでないですし、あとは年齢で言うとやっぱ30、うん、ちょっと過ぎたあたりの選手をなんだろうな、一度ここでアジアカップを区切りにして、はい、またそこから少し年下の年代、例えば畑中とかも含めて若い選手にチャンスを与えながら今度はコパに向かっていくってことで選んだのかなと思いますけど、はい、うん、その中でも戸田さんの中で何かこうサプライズに移った選手いますか。まあ、サプライズというか、だからまあ畑中とか、うん、まあ、畑中特にそうですかね、はい、うん、まあ、所属クラブでしっかりレギュラーになって、はい、あのこの試合はスタメンじゃないですけど、はい、まあ、ディフェンダーとしての守備者としての能力と、まあ、攻撃に関わった時のまあ運ぶドリブルだったり、うん、そこからこうしっかりボール配球するみたいなところはある程度あのしっかり表現できていると思うので、まあ、そういうところを見て選んだのかなっていうところはあるし、うん、ただ個人的には、はい、まあ、国内海外問わずリーグで活躍している人をしっかり代表チームにこうピックアップするっていうのが何でしょう、全体に対するメッセージにもなるし、そうですね、そういう意味では僕は大分の藤本なんです。あ、うん、大分がまず素晴らしいと思います、うん、はい、すごくシステマティックだけど、うん、選手がしっかり判断をして主体性を持ってプレーしているので、はい、すごく好印象ですけど、はい、その中でちゃんと点取ってる人、例えば、うん、まあ、ピックアップしても良かったんじゃないかなという気がします、うん、はい、それがまたその国内リーグでしっかり活躍すればすぐ代表あるよっていうメッセージになるので、うん、はい、僕はそこはちょっと思いましたけど、ね、はい、はい、まあ、その藤本がねこう呼ばれたかもしれないポジションでいうとフォワード、うん、まあ、やっぱり大迫がいない、はい、まあ、森保監督もねメンバー発表の会見で大迫頼みになってるっていうようなこう世論の声とか、ね、メディアの記事読んでるんでそういう言葉も出してましたけども、はい、まあ、大迫を多分コパで呼べないっていうことを踏まえて、はい、まあ、今回鈴木武蔵と、まあ、今日先発しましたけども、はい、あと鎌田大地、鎌田か、はい、うん、まあ、一応フォワード登録っていうことではこの2人になってますけども、はい、そこに関しての印象は、だからアジアカップから言うと北側外れたわけね、はい、うん、だからそういう流れも大迫の代わりはいないじゃないですか、うん、
彼と同じことをできる人はいないし、求められない、まあ、する必要もないんですけど、はい、まあ、そういう意味ではなんだろうな、まあ、札幌がすごくあそこもなんだろうね、ここに依存しすぎない、はい、すごくチームとしてプレーができる良いチームだと思いますけど、まあ、そこに移籍をして今4節で3得点か、うん、浦和戦で2つと、はい、清水戦も1発、まあ、基本的に一番前でプレーした時、まあ、2枚なのか1枚なのかは別にして、まあ、守備の献身性と裏抜けのスピードだったり、はい、まあ、サイズもあるのでストライドがあるっていうところで、うん、まあ、それなりのインパクトは残したと思うので、はい、まあ、ピックアップしたんだろうなと、うん、まあ、そういう意味ではどれだけできるかっていう意味では、うん、まあ、チームが変わるんで、はい、言ってもみんなその各クラブ少しコンセプトが違うので、はい、その中でどれぐらいフィットさせられるのかなっていうところはありますし、うん、はい、鎌田は12得点か。そうですね。鎌田については小沢君のがあれかな。僕はベルギーリーグ、ね、はい、ある程度チェックしてますし、シントドライブもほぼ毎節見てますんで。惜しいところまで行きましたね、チームが。まあ惜しいというか、もったいないなっていう、うん、正直6位以上にはもう入ってたんで、うん、まあ、入れるかなっていう流れで最後3節、うん、まあ、また勝てずに、はい、ね、ちょっと自滅気味に負けてしまいましたんで、まあもったいない中で、まあその中でも鎌田はね、やっぱりフランクフルトで、うん、結果残せずシントトライで新天地に行って、はい、まあ、やっぱり点を取る結果を出すっていうところにこだわるプレーも見せましたし、うん、まあ、シーズンの序盤なんかは本当に高い位置でこう、まあ、ボリとツートップが多いですけども、はいはい、まあ、きちんとやっぱりディフェンスラインの背後の裏抜けもしますし、まあ、中盤に最終節のあたりは中盤に降りてきてのゲームメイクもしてましたけども、結構でもあれだね、スペースにこうしっかり走りながらプレーができるようになる、ね、できますね、はい、うん、まあ、それは J にいた時そんなに見なかったかなというプレーなんで、うんうん、まあ、やっぱり多少ロングボールをチームとしても使っているところもあると思うんですけども、はい、やっぱり違う彼のこうヨーロッパで結果を出すというところの武器は身につけて帰ってきているかなと思うんで、あとはなんであんなにすぐフィットできたんでしょうか。まあ、日本人も多いですし、うん、まあ、あとはやっぱり彼自身の、ね、テクニックレベルは非常に高いので、うん、まあ、そこのところはフランクフルトでの1年の経験というのは少なからず生きてるんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、あとは、まあ、スタメンとりあえず別にして、はい、あとで、ね、プレビューしましょうか、はい、香川はどうですか、戸田さんもしっかりと、まあ、だって加入して一発目のプレーで点取ったんで、はい、まあ、インパクトはまあ特大だったんですけど、うん、はい、基本的にスタメンで出たのが2つでしたね、はい、だからそういう意味では何だろう、すでにあのそれなりのリャイチとか、うん、あとはレンスもいるね、だそこそこの選手がいる中でこう途中から入った選手なので、はい、まあ、基本トップ下でプレーすると、うん、だから香川が入るとリャイチが左行くみたいなところで、うん、まあ、うまく組み込もうと思ってプレーさせてるんでしょうし、はい、まあ、基本的にボールは持てるので、だから彼も中盤に降りながら左右にこう散らしたりとか、うん、そこからフィアッとこう、ね、中間ポジション取って、あの最初得点決めたところなんかもそうでしたけど、はい、まあ、ボックス近くでこうドリブル使ったりみたいなところが、うん、まあ、それなりになんだろう、しっかりプレーできてるのかなっていうふうには僕には見えるけど、はい、うんうん、あとはフェネルバクチェにほら 3-0 からお疲れたとか、でもそれはあくまで相手が出てきてボール運べなくなったっていうところがあるんでしょうけど、うん、まあ、前の選手なんで多少そのチームの後ろからのこうプレーに引っ張られるところはありつつ、まあ、基本的には何だろう、本人のモチベーションもすごく高く見えるので、はい、まあ、ボディランゲージ含めてすごく味方にこう伝えながらプレーもできてるし、はい、あとは守備のうまさがやっぱり、うん、乾もそうなんだけど、はい、まあ、前線の選手としての守備のうまさはしっかり僕は表現できているようには感じますけど、うん、ただまあリーグとしては結構上と下の差が激しいとか、はい、ゲーム自体がちょっと間延びするところもあるので、うん、はい、その彼のその守備のところが次のところにうまく つながりきらないみたいなところあるのかもしれないですけど、うん、まあ、プレーする場を得られてすごくなんか伸び伸びしているようには見えま す。 そうです、あのツイッターの歌も、はい、ちゃんとそこまでチェックしてるとたまたま、ね、さすがですね、たまたま。あとは乾か、はい、どうでしょう、まあ、やっぱりね、あの冬に移籍をして、まあ、ベティスで結果を出せなかったというよりもチャンスを生かせずゴールできなかったんで、うん、まあ、徐々に出場機会は一応あったんですよね、はい、序盤はね、うん、ほぼレギュラーでシャドウ出てたんで、はい、まあ、ただキケセテン監督は3バック使いますんで、うん、まあ、3-4-2-1 のシャドウで出ますんで、ポジショニングとかもやっぱり全てが変わるじゃないですか、変わりますしね、ボールの運び方も、はい、動くな、うん、真ん中から動くなっていうところは、ね、うんうん、徹底して言われますし、うん、まあ、サイド左のウィングバックのジュニオールが使うんで、まあ、そこから、はい、そこはまあ被らないようにというところで、はい、まあ、乾の本来の持ち味、うん、A バルで出していたような持ち味が出なかったというのは現実です。ちょっと外から眺めて入りたかったですかね、そうですね、本人のこう持ち味からすると、はい、うん、まあ、そういう意味で冬にね、やっぱり移籍をして、うん、はい、まあ、そこでね、こうすぐにフィットしましたし、はい、加入してから右ですけどね、
そうですね、右の中盤だね、はい、うん、左はねジョニーという、まあ、アベラード監督のね、あの秘蔵っ子がいるんで、まあ、はい、かなりねスプリントの強度も高いですし、はい、まあ、そういう意味では右ですけど、うん、まあ、うまくやってるかなっていうふうには見えますし、はい、まあ、守備もね、こう我々ずっと代表のところでも言ってますけども、はい、やっぱり中間ポジション取りながら2人3人こうね、こう掴みながらの自分の一つのポジションでいくつかのパスコースが、はい、まあ、しっかり管理できるとね、消せるっていうことですし、はい、まあ、ボールホルダーへのアタックもできますんで、はい、まあ、引き続きいいパフォーマンスですので、うん、まあ、彼に関しては呼ばれて当然かなとは思いますね。同じスペインでいうと柴崎どうでしょう。柴崎は厳しいですね。アジアカップが終わってからほぼもうアジアカップに行った時点で多分ボルダラス監督ヘタフェの元では構想外に事実上なってたと思うんで、はい、まあ、それによって、まあ、移籍、冬の移籍の話も実際にねスペインメディアでも飛んでましたし、はい、2番のデポリティボっていうところでね、はい、まあ、そういう意味では戻ってから、まあ、1試合は出ましたけども、まあ、ほぼもうここ最近で言うとベンチにも入ってませんから、うん、まあ、実用そうだ、ね、あの戦力外なかなっていうところと、はい、まあ、チームが逆に好調で、うん、あの4位でチャンピオンズリーグ圏内にいるようなクラブになってしまってるんで、はい、まあ、今から加わっていくのは結構難しいですかね。厳しいですね、関しては、はい、なおかつアジアカップで丸々1ヶ月空けて、はい、そのチームのダイナミズムに入っていくところでかなり苦労してるんではないかなと思いますんで、うん、まあ、ある意味この代表のこういうねこうチャンスをもらったところで、はい、自分の価値であったりとか、うん、まあね、彼の本来の持ち味っていうところは、うん、まあ、出してほしいなと思いますけど、はい、あとはヨーロッパっていうところちょっと変わりましたけど、はい、中島ね、はい、アルドゥハイルです、はい、カタールですね。だからほら日本がね我々が敗れたカタール代表の選手が何人かいるってところで、はい、まあ、後ろにベナティアがいたりとか、はい、まあ、すごくなんだろう伸び伸びプレーしてるには見えます、はい、まあ、監督もね、彼も2得点か、はい、上げてるね。ルイ・ファリアがね、はい、あの監督になりましたんでかなりまあボールを握ってしっかり前進をさせてっていうポジショナルプレーの中で、うん、まあ、サイドに張るっていうよりも中の中だね、はい、基本的には中ですね。中に入って、まあ、トップ下のようなイメージも持ちながらプレーしてますんでね、はい、ACL で1点上げたんですかね。リーグ1点、リーグ戦、はい、リーグ戦でも上げてますし、ただお客さんがやっぱり入んないな、そうです、あそこのリーグは、はい、まあ、そこが、まあ、選手としてどれだけモチベーションを維持できるのかっていうところが、はい、ね、まあ、ただリーグの競争力はまあそれなりにあるとは思うんですけど、はい、だヨーロッパと比べるとね、はい、彼がひょっとしたら進んだかもしれない場所と比較すると少しやっぱ落ちると思うんで、はい、どれぐらいそういうポジティブなこう気持ちでプレーできるかっていうのは、はい、今後ちょっと気にはなりますけどね。そうですね、まあ、ただね、うん、こうコパアメリカっていうことに向けて言うとカタール自体もね、はい、コパアメリカ出るんで、まあ、リーグとしても積極的に選手を送り出すっていうリーグにいますから、はい、まあ、比較的コパに関しては出場しやすい選手の一人なのかなとは見てます、うん、あとはヨーロッパで言うと、まあ、南野と堂安か、まあ、2人ともあれですね、アジアカップから戻ってから、まあ、得点はないですね。あ、まあ、決定機はあったりしますけど、はい、ただまあ見てる感じ動きが悪いようには見えませんし、うん、まあ、あの EL の例えばナポリの試合なんかも、まあ、2つ目はねしっかり出た中で基本2トップで出てたりするのかな、はい、で時にトップ下だったりするんでしょうけど、まあ、状態が悪いようには見えない、うんうん、でこちらも状態が悪いようには見えないし、はい、チームがだいぶあの持ち直したんで、はい、攻撃の局面でプレーできる回数が増えたな、はい、うん、そういう意味ではまあ張ったところと入っていって1トップにはボールが入った時にこうハーフスペースがスカッと抜けてってみたいなところも、はい、まあ、試合の中では出せてるので、うん、僕はなんかちょっと疲れが気になるなってところはあったんですけど、はい、すぐ出なきゃいけないから、はい、まあ、今のところ試合見てる限りではそういうのはないかな、うんうん、あと今回でいうとディフェンスラインですかね、まあ、酒井宏樹、長友、吉田麻也が、うん、庄司がいますね、はい、うん、その代わり庄司今日も出ますけども、まあ、リーグワンやっぱり黒人選手が多いので、はい、でそこまでなんだろうな、すごく戦術的なチームには僕には見えないから、はい、ちょっと大変そうだなって思う時はある、うん、そうですか、でリオンなんかやった時は、まあ、確か5シーティングはしてるんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、向こうのね、はい、あの時はデンベルなんですけど、はい、黒人のやっぱりスピードな選手と1対1になった時に、はい、まだやっぱりこう対応が少しなんだろうな、うん、丁寧なのかな、うん、もうズコーンって縦にぶち抜かれてそのまま失点みたいなところはありますけど、まあ、積極的にあのビルドアップにも関与しようとはしてますし、うん、ボールを動かす中でもちろんミスもあるんですけど、はい、まあ、試合にずっと今出続けられているので、はい、その流れ少しずつこう感覚が養われてくればいいのかなというふうには見てます、うんうん、
あと冨安はね、先ほど鎌田とのところでコメントした、はい、シントトロイデンで、うん、まあ、戻ってからも、まあ、絶対的なレギュラーで出てますし、まあ、そうだね、はい、ね、基本的には3バックの右やることが多いですけども、はい、まあ、ちょっとポルガルシア左利きの選手が怪我した時には左回ったり最終節左もやってましたし、うん、すごくでも評価高いんでしょ、まあ、はい、評価高いと思います、はい、監督の信頼も絶大ですんで、まあ、遠藤航がね怪我で戻って、うん、まあ、なかなか、ね、まだ戻れてないなかったんで、はい、まあ、そういう中でやっぱり日本人選手としては鎌田とこの冨安が、うん、もうかなりシンドトレイデンはもう中心中の中心という形でプレーしてましたので、かなり安定感あるプレーは見せてくれてますね、はい、うん、大体予定通りです、はい、はい、日本に関して、はい、じゃあちょっとここからコロンビアについての、はい、お話ししたいんですけど、はい、小澤君がコロンビア代表の、はい、取材をしてきてくれた、そうですね、2日前、3月20日、まあ、日発で三沢で行われた、まあ、基本的に15分しか公開してなかったんで、まあ、あまり情報っていうのはそれほど多く取れなかったんですけども、うん、まあ、基本的にちょっと絵がありますので皆さんに、はい、まずはご覧いただきたいなと思います。そうですね、はい、どうぞ。皆さんこんにちは。今日は3月20日、日発三沢球技場で、16時から行われますコロンビア代表の、トレーニング取材にやってまいりました。冒頭15分だけの公開らしいので、あまり絵は撮れないかもしれないですけども、あと囲みもないそうなのでちょっと残念なんですけども、練習取材のレポートとして、皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、補足すると、はい、ある感じで、まあ、かなりピリピリムード、ね、まあ、記事にも出てましたけどもね、はい、フットボールチャンネルの船木くんが書いた、まあ、本当にやっぱ南米のチームはここまでやるんだっていうぐらいに、はい、まあ、前にね、こう建設中の建物があったんで、うん、あそこの工事現場のヘルメットかぶってるおじさんもいちいちチェックしてましたんで、あ、そうなんだ、スパイじゃないかっていうとね、まあそれぐらい、まあ多分 そのあの後にね、我々は15分でまあシャトランまでしか見れなかったんですけど、はい、まあ、あの辺りかなり戦術的なトレーニングを、多分昨日その昨日とその2日前の僕が取材に行った2日間しか多分できなかったんで、はい、まあそういう意味では大事なトレーニングだっていうところも分かりますし、まあ、あとケイロス監督かなりこう細かいなっていう、やっぱりコーンの置き方とかゴールの配置とかやっぱり自分で測ったりして改めて、やっぱり細かくトレーニングきちんとオーガナイズする人なんだなっていうところは。初陣ですもんね。そうですね。コロンビア代表ってやっぱり国民からの注目度相当高いはずだから。高いみたいですね。高いでしょ。はい、人気だと思うし。はい、で初陣だし、はい、監督からすればね、しっかり結果出したいですもんね。はい。でまあ、コロンビアメディアもかなり、まあ、ちょっと抜きましたけども、うん、映像でも出しましたけどもかなり大勢来てましたんで、うん、まあ、やっぱりそれだけ関心が高いっていうプラス、はい、まあ、今回のアジアツアーに関して言うと、やっぱり韓国のパウロ・ベント監督をケイロス監督は
一番パロベントが初招集の時に呼んでるんですって、ポルトガル代表監督で。あ、そうなんだ。だから自分の教え子でもあるから、はい、まあ、そのコネクションもあって、はい、できれば韓国とやろうっていうところで、はい、まあ、日本と韓国っていうところでマッチメイクしたみたいですね。韓国が先なんですか。韓国が先っていう報道は僕はコロンビアメディアでは拾いました。はい、分からないですけど。あ、でもちょうどあのワールドカップでも対戦してるし、はい、コロンビアからすると負けてるので、はい、まあ、彼らからの方がひょっとするとね、うん、もう絶対勝つって気持ちあるのかもしれないですね。はいはい、あとはその練習後にコロンビアメディア の記者の方、3名取材したんですけども、今回2名の方 のインタビューを皆さんに見ていただきたいと思いますので、そちらの、動画の方も3分ぐらいで編集してますので、どうぞ。プレグンタ、ケイポンタンシアティエネエスタヒラアジアティカパラコロンビアバーエンフレンタアルコントラハポインルエゴコリアデスル。Para Colombia es muy importante esta gira porque representa el inicio de una nueva era con Carlos Queiroz como técnico de la selección Colombia. Como ustedes saben, José Pekerman, que fue el que llevó el proceso desde el Mundial de Brasil hasta el Mundial de Rusia, dejó su cargo. Entonces vamos a ver cuál va a ser el planteamiento, cuál es el estilo y qué diferencias o qué variantes tácticas le va a imprimir el técnico Queiroz a esta selección Colombia. ¿Qué tipo de impresión habéis tenido sobre la primera lista de Carlos Queiroz?Nos gustó mucho, o sea, en general la lista es una buena lista, es una convocatoria difícil, tenemos tres bajas importantes, el lateral Santiago Arias, quien salió lesionado en un partido de Champions League, nuestro portero titular David Ospina no está por una contusión que sufrió en la última jornada de la Liga Italiana, y además Juan Fernando Quintero, que además se pierde la Copa América por una lesión de ligamento cruzado. Contando esas tres bajas, ha tenido que llamar nombres que no estaban en este momento en la baraja, como Jimmy Chará, Montero, el portero, y Orejuela, lateral derecho. Creo que en general la lista convenció. De todas formas, como decía, en este momento Colombia tiene muchos jugadores de alto nivel en ligas importantes. Siempre termina faltando alguno, pero en general creemos que la base está. Y en la base entendemos que Davinson Sánchez y Jerry Mina en la defensa son fundamentales, que en la primera línea de volantes va a estar Wilmar Barrios, que más adelante va a estar James Rodríguez, jugando bien sea con Luis Fernando Muriel, pero viene un joven muy interesante, como es Luis Díaz, del Junior de Barranquilla, un extremo por izquierda muy ágil, que genera juego no solo por afuera, sino también por dentro, que sabe llegar al área con posibilidad de gol. Y adelante Falcao García, creo que esa viene siendo como la columna vertebral de esta selección. ¿Qué estilo va a dar Carlos Queiroz? ¿Cómo lo crees? Es la gran duda que tenemos todos, la gran incógnita, porque pues con Irán era un entrenador defensivo, pero se entiende que el talento que tenía Irán respecto a los equipos que enfrentó en la Copa del Mundo, pues le daba para pensar y tener un fútbol así. Él nos dijo a nosotros en conferencia de prensa que sus palabras exactas eran: cuando tengo que hacer rock and roll, hago rock and roll, y si tengo que cambiar de ritmo, cambio de ritmo. Entonces, yo creo que él se va a adaptar mucho al estilo de juego, al estilo de los jugadores que tiene Colombia, y por eso la preocupación y la tristeza de no poder tener a Juanfer, para ver si con Juanfer y James teníamos un fútbol más parecido al que tuvimos en los años 90. Pero creo que como tenés James Rodríguez, creo que la gente de Colombia quiere que el equipo domine el juego e iniciativa de partido, ¿no? Claro, claro. Con balón. James siempre invita a eso, pero precisamente tener a Juan Fernando junto a él le daba ese apoyo y le daba esa posibilidad. Con Pekerman siempre estuvo James, pero estuvo rodeado de jugadores más directos, más incisivos, más físicos, y la selección Colombia se convirtió en eso. Entonces vamos a ver cómo la pone a funcionar. Todos queremos volver al fútbol que nos hizo importantes, o por lo menos conocidos a nivel mundial, que fue el de la tenencia de la pelota, pero pues si no están los intérpretes es difícil. はい、はい、すいません、ちょっと手ぶれがひどくて、僕全部携帯で自分でやってたのと、あ、すいません、ちょっと編集も直前で、自分で全部やってたんで、すいません、お見苦しい点が、ちょっとテロップが早いかなと今思ったんで、とんでもない、とんでもない。情報を取れたでしょうか。ということで。コロンビアに関して言うと、先ほど戸田さんから紹介あったように、カロス・ケイロス監督の初陣になりますんで、9月、10月のワールドカップ後、代表ウィークに関してはアルトゥール・レジェス監督、アンダー20のコロンビア代表監督が暫定で、4試合指揮をしましたので、ホセ・ペケルマン監督がロシアワールドカップで退任をして、そこから数ヶ月空いた中でようやく、コロンビア代表は監督のことをプロフェソール、先生と呼ぶみたいなんで、ようやく本当の
カタールワールドカップ、まあ、コパアメリカに向けた代表監督が来てくれたということで、かなり国内も盛り上がってるみたいですね。だいぶでも間空きましたよね。そうですね。前回の試合、はい、10月ですもんね。はい。アメリカとコスタリカ。はい。だからなかなか前回の試合からここに結びつけるのは、まあ、簡単じゃないんでしょうけど、はい、まあ、そんなに選手が変わってないっていうところも実はありますしね。はい、うん、まあ、ただ今回ね、こうメンバー発表した後にね、こう記者も言ってましたけども、3名をゴールキーパーのオスピナがね、こうナポリでちょっと頭部ね危ない形でね強打しまして、はい、でアリアスがチャンピオンズリーグのイベント戦で怪我しました。はい、まあ、それからキンテロがね、はい、まあかなりね、こうリーベルでいいプレーしてたんですけども、うん、インディペンデント戦で、僕もちょっと映像見たんですけど、一回ちょっと違和感あってそのままプレーしたら、その1分後ぐらいにちょっと膝を接触して完全に前十字をやってしまったんで、まあ、6ヶ月以上はプレーするとしたらこっちでね。そうですね、ちょっと低めのとこから、はい、ボランチのところに、まあ、プレーメイクして、はい、ハメスは割と自由に入っていって、はい、まあ、基本的にサイドバックも出てくし、はい、長めのロングスルーボールも出せるみたいなところでは、そうですね、はい、ここがしっかりしてる分、うん、割とこう変化つけるという意味でまたサイドが出てくっていう攻撃は結構なんだろうな、魅力的でしたけど、ね、そうですね、まあ、特に、まあ、コロンビアの今 の、うん、代表の監督の関係なんかで常に質問が出るのはやっぱり左サイドバックがちょっといないと、はいはい、逆に右はアリアスがほぼ決まってたんで、まあ、キンテロが下がってアリアスがで作って右からっていうところが、うん、まあ、かなりチームとしてのプレースタイルの一つプレモデルに入ってたんで、モヒカは怪我なのかな、モヒカはジローナで今季開幕の前にで、ね、でまあ、怪我してるんで、彼も多分膝やってるんで、はいはい、今季ほぼ絶望っていう形なんで、はい、で一応これがスタメンですね、はい、チームの、はい、うん、出ましたというところで、まあ、皆さんも知ってるとは思いますけど、はい、キーパーが東口、はい、ディフェンスが左から佐々木、庄司、庄司、冨安、はい、室屋、はい、柴崎と山口蛍で、堂安中島、ああじゃあ堂安南の中島で鈴木武史と、これが日本です、ね、はい、でコロンビアがキーパーバルガス、右から、パラシオス、ラビンソン・サンチェ ス、 ジェレミミナ、まあ、ここはね2人、ここはマチャドですね、マチャドですね、はい、10月の代表戦も出てます、ね、はい、クリスチャン・ボルハかなと思ったんですけどね、はい、彼になりましたね、はい、でボランチに関しては、まあ、今はバリオスがほぼ主力で、うん、まあ、ここが誰になるかっていうところでコロンビアメディアも結構予想は分かれたんですけど、はい、レルマンになりましたね、はい、プレミアでやってます、まあ、ボーマスですね、はい、うん、でまあ、右がセバスチャン・ビジャ、左がハメス・ロドリゲスで、あれがボカジュニエスかな、はい、そうですね、ボカですね、でファルカオとムリエル、ムリエルで、ムリエルがもしかするとここ入れ替わって左に入る可能性も、ハメスが中に入った時にはムリエルが左っていうところも可能性としてはあるかなっていうスタメンですね、はい、さあどこからどうかな、皆さんに紹介しておいた方がいい選手って誰なんですか、ここ、まあ、基本的にはまあ紹介しなくても、まあ、ここはもう知ってるでしょう。ハメスはだってほら直近の試合ハットトリックあります、はい、毎日戦でね 6-0 のゲームでも、僕もCL の解説とかしましたけど、はい、リーグの方でもすごく状態はいいですね、はい、だからワールドカップで対戦した時は、はい、彼は状態が良くなかったし、うん、っていうところは途中から逆に出てきて、日本は一人少ないコロンビアに途中からハメスが入ってきて、はい、ちょっと助けられたなっていう側面があったと思うので、まあ、この試合そこはおそらく違うだろう、はい、すごく状態は良さそうです、はい、あとはファルカオはモナコ、はい、モナコ自体がなかなか勝てなくて、そうですね、アンディは監督変わっちゃったし、はい、またジャルが帰ってきて、帰ってきて、まあ、少し、ね、持ち直しましたし、まあ、セスクが入ってというところで、はい、少し持ち直して点は取ってますけど、はい、動き自体は多くないですね、はい、ただツボは知ってるのでチームとして運んでこられるとボックス周辺は怖いなと、はい、いうところがあるのがファルカオ、うん、あとまあ直近の試合で、まあ、出場停止だったんで、うん、まあ、早めに2本入ってます、はい、確かね土曜日とかに入ってるんで、うん、まあ、一番早く入ってる一人なんでコンディションはいいはずですね。あとはムリエルは、はい、まあ、スペインではセビジャでプレーするの、はい、まあ、今年、まあ、セビジャ、まあ、ヨーロッパリーグのプレーオフには出たんですけども、はい、まあ、ほぼ構想外になったんで、うん、まあ、またセリアに戻ったと、うん、まあ、そういう中でセリアではここ最近は爆発してるんですよ、はい、やっぱイタリアが合うんですかね、フィオレンティーナでね、だって本当 50m ぐらいドリブルでですね、はい、ぶっちぎってに得点上げる、はい、インテル戦でもゴール決め、フリーキック決めた、はい、ラツィオ戦も決めた、はい、ローマ戦も決めたみたいなところがあるので、はい、イタリアに戻ってから結局今12試合で8点取ってます、はい、まあ、リーグ戦ね、気はいいです、はい、リーグ戦でも6ゴールと決めてますし、実はスタメンじゃないところに、はい、ドゥバン・サパタって選手がいて、はい、アタランタ、はい、まあ、彼のが取ってますからね、彼はだから今だって38試合で22点取ってて、リーグは17ゴールで4位ですね、セリアランキング一応調べた、全部ゴールは全部見たんですけど、はい、
11月4日から21試合で20点取ってるんですよ。そういう意味ではサパタの方が大きいし、はい、でアタランタってほらすごく特徴的な守備から攻撃に持っていくっていう、はい、今ちょっとあのネットの界隈でね、はい、アタランタ話題になったんですけど、はい、僕もずっと前からアタランタ、はい、ずっと推してた人間なんで、はい、サリのナポリと共に S 級のあの海外研修の時にわざわざアタランタ見るだけでイタリア行ったことましたもんね、はい、だそういうところでまた戦術面もしっかり抑えた中で点が取れてるっていうところでは、はい、スタメンじゃないですけど、はい、怖いなと、はい、あともう一つレンジャーズでプレーしたアルフレド・モレロス、はい、彼も若いんですけども22歳ですね、はい、ジェラードは監督ですね、はい、レンジャーズ、まあ、20番でワントップのような形で今季29点取ってます、はい、生きがいです。そうですね、いろんな形で点を取って、まあ、リーグのレベルはさておきね、はい、これだけ取れてるのは大きい。スコッティッシュのプレミアリーグの得点王になってますね、はい、結構前線にいますよね、はい、まあ、フォワードが多いんで、うん、まあ、だからこそねやっぱり2トップ使ってくるだろうという予想はありましたし、はい、まあ、そこがファルカーは絶対的なんで誰になるかっていうところでしたね、うんうん、はい、まあ、あとはここか、はい、プレミアのね、はい、スパーズのレギュラーと、はい、まあ、ここがどうですか、バルサの時どうでしたか。ダメですね。なんでバルサ取ったんだっていうところと、まあもし彼じゃなかったらっていうところの、はいはい、ヘルソン・ムリージョも、はい、結局バレンシアのサブでなぜバルサに行ったんだっていうところで、リーグ戦まだ1試合も出てないですから、出てないです、ね、出てないです。コパ・デル・レーだけですね。カタルーニャのスーパーカップの2試合だけですから。だからジェレミナもそうだな。なんかディフェンダーっぽくないメンタリティなんですよね。あ、まあ陽気な選手だし、はいはい、ただ大きくて体もそこそこ効くので、はい、まあ、エバートンみたいなしっかりこう全体でプレーするクラブだと割とフィットするところはあるのかなと思いつつ、ちょっと間ポコッと空いたりとかしてたんで多分怪我だと思うんですけど、ただまあチェルシー戦はあの全部出て、まあ完封勝利に一応貢献してましたから、ただ結構なんだろうな、あの考えなしにポジション外れるところはちょっとあるし、でダビソン・サンチェスはポテンシャルはすごいんですけど、すごいからこそ少しポジション取りにまめさがないとか、はい、ビルドアップは上手じゃないんで、まあ、そこはね我々ロシアワールドカップ初戦でおかげさまで PK もらえたっていうところで、ね、ちょっと狙いどころとしては日本は持っててもいいんじゃないかなっていう感じはするんですよね、はい、どちらもそんなに上手じゃないはずですから、はい、まあ、あとは狙い目はね、まあ、今日はサイドバックがちょっとコロンビア不安なのでっていうところはあるかもしれないですね、はい、一応まあ左利き、はい、左利き、はい、だ彼ですよね、ビジャ、はい、僕一応あのボカの、はい、ちょっとだけ確認はしましたけど、ししたけど、はい、テクニカルな選手ではないですね。だから走れて戦える選手ではあるので、はい、だそうなってくると今度サイドバックの攻撃参加がどういう形で右が作れるのかってちょっとわからない、はい、コロンビア、はい、でコロンビア の, そのメディアの方は、はい、やっぱりなんかあの古き良きコロンビアに戻りたいでしょ。そうですね、ボールを持ちたい、キンテロとハメス で, ス、はい、でも多分そこじゃないですよ、ね、コロンビアはやっぱり守備からのカウンターなんですよ、一番怖いのは、はい、っていうところを考えると、まあまあそういう考えで来られたら嫌なのかなと か, だからいずれにせよ監督が変わって初戦だし、はい、彼らワールドカップで日本に負けてると、はい、まあ勝ちたいよね、うん、で単純にそこは想像できるので、はい、まあ、そこに対してじゃあ日本はどうしましょうっていうところにはなりますけど、はい、僕がだから代表のトレーニングを見に行ったのが2日目、はい、2日目もすごく簡単な内容で終わりました。コンディション調整みたいな形ですか。なんか1日目とほとんど変わらなかったみたいです、はい、一応その後20、21で2日間あったんで、まあ、そこが非公開になってって形だと思うんですけど、はい、まあ、どこまでなんだろうな、また加わった選手がいる中で戦術的な落とし込みがっていうのはちょっとわからないです、うん、そうでしょうね、はい、まあ、まずはそのみんなちょっとばらつきがあるじゃないですか、試合をした日はばらつきがあるので、はい、まあ、合流して、僕が見た2日目もその日に合流した選手もいたので、そんなにこう全体で合わせられる時間はないんでしょうけど、うん、まあ、アジアカップからの流れで考えた時にどういう戦いをするのかなって話ですよね、はい、まあ、ある程度戦略は感じましたけど、はい、例えばサウジアラビアだったら持たせても怖くないから持たせるっていうところ、うん、でも持たれたら結構危ない場面もありましたし、うん、はい、ベトナムが相手の時はまんまとのベトナムのなんかテクニカルのところ3人にね、前半はとにかく手を焼いて危ない場面もありましたし、はい、まあ、そういう中で勝ってきて、最終的にあのイラン戦がベストになったんですかね。そうだと思います、まあ、カルロス・ケイロス監督がいたイランだよと試合が、はいはい、向こうも蹴ってくれたっていうのもありますけどね。だからその試合ぐらいだったんですよね、さまざまな意味で日本がすごく試合をまあコントロールしたり、はい、試合する中で勝つことができたっていうのはおそらく準決勝ぐらいかなと、はい、で決勝戦に関しては
かなり空転させられて、うんうん、で選手の試合の後のコメント聞いてもそうでしたね、あの想定と違ったみたいなところも出てましたし、はい、ボール取れなかったって言葉も出てたので、うん、はい、まあ、若干その試合前の準備のところがずれたのか足らなかったのか、うん、で僕が聞いた話だと本当にカタールはあの連携がないっていう話を選手には伝えられてたらしいです、はい、なぜそうなったのかわからないですけど、うん、一番連携があるようには見えましたね、まあ、アジアカップの中で、ね、はいはい、あの大会の中ではそういう意味では、まあ、残念な負け方をして終わった次の試合なんで、これ、はい、でまたコパっていう目標が出てきて、はい、まあ、やっぱり代表のシャツ着てプレーするっていうのは、まあ、特別ですから、はい、コロンビアも多分同様です。そうですね、ケイロス監督も昨日の会見でね、まあ、代表の試合にこう、はい、まあ、アミストスと要するに親善試合はないということはおっしゃってましたんで、はい、名目としては、ね、フレンドリーみたいな言い方になるんですけど、うん、ないんですよ、うん、そんなもんは、はい、うん、やっぱその国を背負うっていう気持ちでプレーするとやっぱりちょっと変わるので、はい、まあ、そういう中ではどれぐらいの気持ちでプレーしてくれるのかっていうのと、うん、まあ、個人的にはそうかな、気になるのはやっぱこれですよね、うん、だつい最近あのマルセロがね、はい、ジダン監督が帰ってきて、はい、試合ポンって出たら出ました、はい、すぐできちゃうんですよ、はい、誰でもうまいんですよだから僕はその中継の時に、はい、試合感なんてね、はい、ないのかなって話はしましたけど、はい、でもあると思うんですよ、ね、やっぱり、はい、そのスピード感とか、うん、まあ、アジアカップの初戦なんかはどうでした？ちょっとやっぱりその辺は感じませんでした？状況をもう少し冷静に判断してボールを動かすべきだったかなっていう、うんうん、空いてるから出すっていうところで、はい、ちょっとブロック組んでるところに入れ込みすぎるっていうところあったと思いますし、はい、まあ、山口に関しては、まあ、神戸がね、はい、ビジャ・イニエスタ・ポドルスキとかいて、はい、すごく仕事が整理されてるっていうところはあると思いますけど、はい、まあ、でもそのトランジションのところだったり、うん、まあ、守備のところですごく自分の色は出せてると思いますが、はい、だこのチームでプレーするときに どのような役割分担でっていうところはちょっとまず見たいなと、うんうん、あとここでしょうね。そうですね、やっぱ大迫がいて、はい、下の3枚が生きたっていうところはあるじゃないですか、はい、だから決してそのポストプレイヤーじゃないですね、うん、どっちかするとピョンって抜けるのが得意だったりすると思うんで、はい、そこをどうやって作れるかなっていうところは、はい、個人的にはちょっとポイントとしては持っておきたいですかね、うん、はい、まあ、あとはまあ中島に対しての佐々木っていう意味では、はい、まあ、後ろからサポート、うん、多分庄司左なのかなだと思いますよ ね、 でしょうね、はい、クラブだと右なんですけど、まあ、代表でロシアでも、ね、左でしたね、左でしたから、だからそういう意味では冨安もそうですけど、はい、やっぱりなんだろう、我々が思ってる以上に意外に戦術的じゃなかったりするじゃないですか、うん、ヨーロッパのサッカー、はい、まあ、僕も一応プレー経験があるから、はい、だからもうもろに黒人のね、はい、ストライカーとこうぶつかったりかけっこしなきゃいけないってところで、はい、試されてきた両センターバックなので、はい、まあ、そこの個の部分もしっかり見な、うん、出してもらいながら連携がどれぐらい取れるかなと、はい、で村に関しては前が久保建英っていうのもあるんでしょうけど、はい、すごくそういう意味では連携が使ってもらうっていうところの連携もできてたと思うんですけど、はい、まあ、それをまた堂安とどれぐらい作れるかと、うん、まあ、かなりこっちに入ってくるんで出やすいと思いますけどね、はい、うん、でなおかつね、まあ、もしどっちだとしてもある程度、まあ、こっちだと張れるでしょうけどね、うん、彼だと入ってくると思うんで、はい、まあ、そうなった時守備の時にはどうするかですね、誰が対応するかっていうところが出てくるかもしれないですね。だから日本とするとボール運んでいくとすると、まあ、仮にハメスだろうがムリエだろうがってなったら、はい、こっちなんじゃないですか、うん、僕が見た感じだと右の方がしっかりしてます、はい、こうきますか、しっかりスプリントで下がって戻るっていうところもやっているので、うん、はい、まあ、そういう意味では日本からするとコロンビアの左から入っていく形になるのかな、うん、はい、で多分そこまでハイプレスないと思うんですよ、はい、攻め終わりのところはそのまま来るんですけど、はい、セットした時に高い位置からプレッシングは多分やってこないと思うんですね。あとはここをどれぐらい狙ってこう前に行ってもいいのかなっていう気持ちはありますけど、はい、うん、あとはやっぱりね動くんで、はい、不規則に動くんで、うん、だこれをどうするかなんですよ。そうですね、そうだボール相手にボール持たれる局面だとある程度誰かが捕まえないといけないですよね。いろんなとこ行っちゃうんで、はい、でどこ行っても何かしちゃうレベルに今はあります、はい、すごく状態がいいです、うん、ちょっと怖い、はい、怖いけどハメスのプレーも見たい、はい、だそこを流れの中でどう感じて出させない守備をするのか、はい、まあ、ある程度局面が決まったらもうこうやってマンツ気味についていっちゃって、はい、
空いたところを他の選手がカバーするとか、はい、そういう多分対応力が少し求められるような気がするので、はい、まあ、いずれにせよいい選手来てくれてますので、そうですね、うん、いいメンバーでコロンビアも来ましたので楽しみにしたいと思います、はいはい、まあ、日本は応援しますけども、はい、サッカーの足をしっかりする、そうですね、時間にしましょう、はいはい、あと今回は逆にカメラはもう試合中は、あのね、試合前とハーフタイム、はい、試合後は顔出しでこうやってやりますけど、はい、試合中はもう顔出しても意味がないってことはよく分かったので、はい、誰も我々の顔なんか見てませんし、はい、顔出すと逆にあの顔作る方に意識がいってちょっと疲れるんで、はいはい、試合中は顔出しなしで、なし、はい、音声でと、はい、まあ、ラジオ的な感じでどん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 話はしていくつもりなので、はいはい、皆さんには何でしょう、ちょっと特殊な環境で現地音声なしっていうところで、はい、試合を見てもらう形になりますけど、まあ、こういうサッカー観戦のあり方があってもいいですね、いいんじゃないかなということで活動してきたので、はいはい、まあ、試しに聞いてみてください。まあ、すでにあの見てくれている方もいると思いますけど、はい、初めての人もいるかもしれないんで、ちょっとこう試しに覗いてみてもらえないと、はい、今日はでも横浜は満員ですよ。ですね、完売ですんで。やっぱ売れるんですね。そうですね、僕も4時間前に小津駅周辺にいたんですけどもうすごい人でした。あ、そうですか、はい、で今から選手が入場してくるんで、はい、もう今日はここで1回僕ら区切って、はい、国歌もしっかり聞いて、はい、で試合に入ると。わかりました、はい、結構もう話しましたね。そうですね、40分以上、40分以上、はい、45分くらい喋りましたが、はいはい、ここからまた本番入ります、はい、じゃあまた顔出しはハーフタイムの時、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。
今日はどうします？もうちょっと下げます。どうかな。今国家選手終わりましたね。はい。キックオフ時間我々の方で言いますんで、はい、あの皆さんどれぐらい、多分個々人皆さんによってタイムラグがちょっとね、そうですね、変わっちゃいますから、変わると思うんで、はい、そう確認していただいて。はい、ちょっとあれだな、Facebook グループの方がうまくあれだね、映像が出せてないみたいですね。あ、そうですか。はい、申し訳ないです。古い方のに出しちゃってみて。あ、そうですか。はい、失礼しました。すみません。まあ、そういう意味では試合の時は、まあ、YouTube の方が多分タイムラグが少ないという話ですんで、そうですね、はい、まあ、YouTube でご覧いただいて、試合後あるいはハーフタイム、まあ、ハーフタイム難しいと思うんですけど、試合後のレビューで、ね、最後の最後の何かちょっと質問あるみたいな時は Facebook グループのファミリーの皆さんのコメントなんかいただければ取りたいなと思いますので、はい、お願いします。やっぱ中盤の真ん中2枚かな、山口と、はい、柴崎だね。まずはここ大事だねですね。まあ、戸田さんおっしゃったように、コロンビアファルカオがいるんでハイプレスかけれないと思うんで、はい、まあ、きちんとボールを保持するっていうところですよね。まずはね、ある程度持てるとは思うんだけど、はい、うん、鈴木武蔵か。そうですね、うん、まあ、過去で言うとそうだな、杉本健一もね、はい、代表でこうチャンスもらえた時があったんだけど、うん、まあ、北川ももちろんそうだし、はい、どうしてもあの大迫が入っちゃった時との違いはどうしてもね、はい、見られちゃうからね。キックオフになりました。はい、日本は出ましたね。はい、うん、今2トップでプレッシャーかけた、うん、積極的に前に来ましたね、はい、今見るとハメスが真ん中にいたので、はい、やっぱりムリエルが左なのかもしれません、はい、そうだ、19番が左にいるので、はい、ムリエルがやっぱ左のサイドハーフかな、まあ、4-2-3-1 のような形ですかね。はい、中盤の真ん中はバリオスが右。はい。ウリアルマ。アレルマか。すみません。はい、まあ、コロンビアの。最初ライマンだな。はい。ダビソン・サンチェスが左ですね。ちょっと変わってますね。変わってますね。はい。うん、今、こちら我々1分5秒です。はい、まあ、超ハイプレスではないですけど、はい、縦じゃなくて日本も 前の2人は横並びだね、うん、横並びで中盤の真ん中のパスコースは消して、はい、なぜか相手のサイドバックのところに誘導すると、うん、そういう感じですね、はい、山口がカットで室屋、今切り方瞬間ね、ハミスにボール入ったけど、はい、そこは山口しっかり見てたね。コロンビアはこの5番のバリオスが今中盤のキーマンですね、はい、ロシアワールドカップの後にゼニットとか、はい、移籍しました、ね、1500万ユーロで移籍しましたね。中島から南野、うんうん、これのこう前に出た後の一つ目とか結構コロンビアこう出てくるんで、あ、はい、そこは気をつけたよね。はい、
皆さんそれぞれちょっとラグはありますか？20秒30秒みたいなコメントありますしね。まあ視聴関係でどうしてもそこは変わってしまうので、はい、すいません、まあ、これがネット配信のなんでしょう、はい、まあ現実というか仕方ないところね。そうですね、はい、すいません。こちら今2分40秒になりましたね、うん、柴崎カットから、うん、今もね、2センターバックが結局前に出せないので、はい、横に出したところで日本は狙えてるからうまくいってると思うんだけどな。ここで裏返されると日本は ね、はい、そうね、ショートカウント気味になりますね。いや、無理やるか、おー、いやいやいや、無理やるから。今ビジャですか？今右の中盤じゃない、ビジャが一番、はい、ファルカオに入った後のこぼれだよね。そうですね、あそこをフリックされて、はい、ハメスに前向きで持たれましたね。この今鈴木武蔵にボール入った時、やっぱダビソン・サンチェスの強さ、はい、ナチュラルにこうぶつかると鈴木が倒れちゃったので、はい、まあ、ワントップやるんだったらあそこは先手取れてるので、はい、まあ、しかも相手がどっちが来るか見ながらブロックしてちょっとキープしたいですけどね、はい、あとどうしてもトップ下のハメスがいるので、まあ、こぼれんところでこう持たれちゃうとさっきみたいになるかなと、はい、皆さんコメントでもね出てますけど、録画していただいて追っかけ再生で合わせていただけると、はい、そうですね、ちょうどいいラグなしで見れると思いますんで、まあ、戸田さんね、プレビューでおっしゃったように、やっぱりコロンビアはカウンター気味で来られると怖いですね。いや、やっぱ速さの中にうまさがあるので、はい、やっぱ10番にボール入っちゃうと怖いですね、はい、まあ、今も南野に対してのミナがね、うん、高さはある、はい、前の強さもある、ただ豆さがなくて、はい、そんなに上手じゃないっていう、はい、まあ、ただセットプレーはね、はい、ロシアワールドカップのイングランド戦のヘディングもそうですし、そうね、持ってるんですよね、はい、みんな持ってますからね。あとはコロンビアがレルマとバリオスが、はい、日本がこれぐらいプレッシャーを上げた時にどうするかね、はい、降りるのか、うん、真ん中に降りるのか横に降りるのか、そうと今度日本がやることを変えなきゃいけないので、はい、今日本が柴崎降りましたけど、はい、中島が真ん中から降りてきましたね。コロンビアが出てこないんだったら、はい、降りなくてもいいのかもしれない。うん、ほら、まあ、オフサイド。もう現地から聞いてる方もいますか？ありがとうございます。スタジアムで？はい。多分。すごい。ちょっとスタメン変えてきます。はい。今バリオスが2センターの間に降りましたね。ちょっと降りましたね。3人作って、はい、ずれ作って、でここからどう前進するかですね。どう外開くね、はい、パラシオス、はい、フリー、溺れた、日本からすると 4-4-2 のままの方がプレッシャーかけやすいじゃないですか、はい、で1枚降りて3人になった時に2トップが止まって、はい、まあ、脇から今運ばれましたけど、はい、今度あのフェーズになるね、はい、うん、まあ、お互いね2トップなのでこう最終ラインにボランチが降りて3枚作ってっていうところで、ちょっと似たこうビルドアップからの前進の形でそうですね、はい、うんうん、まあ、窮屈なままプレーする必要もないからね、はい、堂安侵入、うん、ファウルないですか、うん、南の柴崎、うん、堂安右足コーナーですか、柴崎からですね。こちら6分33秒です。今堂安のシュートがコーナーになりました。あの中島も堂安もだけど、はい、窮屈だけど相手が嫌なところでプレーが、はい、できますよね。ボールのね置き方、うん、運び方がやっぱりね、うん、上手いですから、で身体的にあの強いんで、はい、飛ばこんな簡単に飛ばされないし、はい、自分も受けづらいけど相手も嫌なところ、うん、で結構プレーはできる、はい、今のプレーでちょっと痛みましたか、コロンビアのディフェンダーが。マチャドですかね。どう、ああ、
まあ、今日はゲームキャプテンが柴崎が、ね、つけておりますけども、うん、日本メディアはゲームキャプテン、キャプテンの話は大好きでございますので、大体監督の会見でその質問出ますけども、ね、スペインだとあんま聞かないですね。みんなキャプテンだろみたいなのがあるので、うん、は中島ですか。ショートはやりますかね。いないですか。どうかな。この後のカウンター日本は気をつけたい、ね。そうですね。僕はそっちだな。はい。堂安に入れて堂安から。おう。堂安から庄司でしたね。8分07秒ですね。エンディングは上に外れました。どうしても日本も前からこう奪いに行くと、はい、さっきあのファルカオに入った後のハメスみたいな。はい、あれが出る可能性があるので、はい、ボールサイドじゃないもう一人のセンターのミッドフィルダーとか、はい、こう、まあ、早めに前に出すぎないことも大事だな、うん、ここですね、うん、ファールカウンに今入って、まあ、サンドしましてファールになりましたけども、うん、でも入ってるからね、はい、うん、まあ、その前もハメスに、ね、ヒールでフリックされてますから、はい、まあ、結局囲い込みに行ったところでやっぱり剥がす技術は高いですからね。高い。アレルマからミナ、ミナから縦に入りました。今打ち通されましたね、はい、まあそこは締めたいですね、うん、序盤の守備の仕方で言うと、はい、内には通させない、はい、で外外にはなってたんで、うん、マチャドからのボールはモレアがカット。トミヤスからキーパー東口に戻します、うん、まあ、ここからですね、まあ、蹴りますか。ここを収められるか。収めましたね、うん、鈴木。堂安。南の左シュート。おお。9分30秒。コロンビアゴールキーパー、バルガスのセーブでしたね。今のハイプレス受けたときに、はい、鈴木武蔵のところまでボール持ってきましたけど、はい、まあ、見ない相手によく収められたんで、ここまで来た、ね、はい。ちょっと大迫的な仕事ができた、はい。できましたね。まあ、そうすれば前向いたときに、まあ、下の3枚、ね、いろんなことできると思う、はい、まあ、ハイプレス受けたときの解決方法としては一つ持ってていいですか、はい、のはあのキーパーからのボールがしっかりターゲットのところに飛ばないと、はい、こぼれも生まれないので、はい、まあ、そういう意味ではいいボールでしたね、東口ね、うん、あれ、ああいうボールが、ね、蹴れるか蹴れないから全然勝っちゃうんで。そうですね、まあ、前半10分経過、10分に今14秒15秒ですね。コロンビアビルドアップからあんまりサイドバック高い位置取らないですね。取らないですね、最初から。やっぱり今日は、うん、守備かな、なかなか取れる選手たちじゃないと思うんで、うん、まあ、そういう意味では日本はつけいる守備はしやすいんじゃないですか、はい、あの自分が見なきゃいけない選手は必ず前にいるから、はい、うん、あ、これはいいボールだったね、うん、佐々木対応でしたね。中島から縦、うん、鈴木には通らず、バルガス、まあ、こういうところにハメスがやっぱりねフラフラ来ますんでね、はい、まあ、彼は完全にフリーロールじゃないですか、はい、まあ、今レルマがサイドバックを脇に降りましたね、はい、そこからの前進、うん、モレアが引っ掛けました。南のコロンビアボール、うん、だ中盤を降りてちょっと3枚気味作られた時の日本の守備の解決策とすると結構打ち通されてたりとか、はい、外に出されて、そうですね、今もさっきも堂安の斜め後ろで不利になったりするっていう、はい、あれはどうなんですかね、締めたいですね、締めるかついていくかっていうのが、うん、まあ、難しいんでしょうけど、はい、結構簡単に通されてるなっていうところはあるね、で多分アジアカップのほら戦い見てても、はい、なんだろうな、自主性じゃないけど、まあ、主体性っていうか選手の普段のやってる、うん、こう守備の仕方に依存してるところはありましたからね、任せてるところもあると思うんで、はい、まあ、加賀この犬あたりが出てきたらね、多分背後に置きながらこういうところに、ね、これも今3枚意味でね、はい、ちょっと作られてるじゃないですか、ここでうまいことこうやってワンツー任されましたけど、うん、まあ、ワンツー任されましたね、
12分18秒です、うん、ハメスから。当然ね、4-4のままはめ込まれたら絶対変えてきますから、はいはい、ハメスからムリール、うんうん、今富安よく、はい、つきましたね、自分の顔で当てたね、はい、コロンビアもこの辺は早いですね、早いですね、攻め終わりの後 の守備の意識が非常に早い、はい、でイネがほら決勝のアジアカップの決勝の後に、はい、気づいてたんで言えばよかったって話をしたんですけど、はいね、っていう感じだと思うんで、はい、すごく綿密に準備されたものじゃないはずだから、うん、はい、この試合の中でも、ね、こうやって動いてくる、はい、アメスが今当たって入れました、ファルカオに入りましたね、うん、ファルカオからマチャド、柴崎がカット、堂安、うん、残りますかね、残りました、ちょっとあのね入り込まれたなと思ったけど、はい、ああいうムレアのなんだろう、しっかり止まって整体しながら対応できるところが、うん、いいんじゃないですかね、はい、ここで3枚作られて左に今来ました、コロンビア、はい、マチャドから縦でハメスからワンタッチでバリオス、またマチャドですね、だこの後1回日本は多分止まらなきゃいけないじゃないですか、はい、そうするともうそんな勢いつけられないから、はい、だから止まった時にどれだけちゃんとポジションが取れるかですね、そうですね、ここもおっとっと、うん、コロンビアのミスが起こって南はカット、そのまま右展開で室屋です、13分49秒50秒ですね、堂安、ムレアクロス、うん、マチャド対応でスローインですね、あとはコロンビアからするとあのムリエルがね、はい、サイドハーフやってますけど、はい、どれぐらい持つんですかね基本前だからそうですねまあ、セビージャでもやってたことはありますし、うん、まあ、でも本職じゃないですからね、本職じゃないどうしてもね、やるけどって感じですか、はい、うん、さあ日本コーナーキック2本目、中島から裏鈴木に残りました、クロス、こういうこぼれも気をつけた、うん、拾われるとはですね、うん、ドアン、うん、今の柴崎のあのゾーン3入ったところでボール蹴った時に、はい、2回くらい真ん中に出そうと思ってあえてキャンセルして左持ってったんですけど、はい、あれは良かったと思う、うん、でもまず中見た方がいいですし、はい、真ん中見るから相手キュッと締めるし、はい、締めなかったら通せばいいんで、はい、あのなんかこう見てる感じがちょっとアジアカップの時はなかったので、うん、今のは良かったと思います、はい、もうバリオス降りてますね、はい、そうですね、うん、今から縦に入って この感じが嫌じゃない、はい、ちょっと長島のところは簡単にそうだ、ね、こう前進されるなっていうふうには感じますね、やっぱりね、1回は終える、はい、だからその最初のポジショニングのところで、はい、例えばうちのパスコースと外両方狙うよっていう顔がなかなかちょっとできないよ ね、はい、ワンツーも今2回目されましたからね、すで、はい、にね、だ攻撃になった時は、はい、いいものは、はい、でご覧の通りやっぱり無理やり戻ってこられないでしょ、はい、これチャンスよね、うん、今6枚でコロンビア守ってたからそうですねだからファルカオ、ハメス、ムリエルもとどまっちゃってる感じなんで、うん、はい、まあでもなんだろう、これもサッカーだから、はい、逆に攻め残りで奪ってそこからカウンターっていうのが、うん、コロンビア狙ってる可能性もあるし、ありと、そこは日本気をつけないよね、はい、またルイ・ファリア監督でどれぐらい逆に守備のことがちゃんとこう要求されるか教えられるのかっていうのもちょっと気になるね、はい、うん、中島、ここはセバスチャン・ビジャのファールですね、はい、戻る意識は高いね、はい、ビジャは、うん、今の
ハメスのところにしっかり後ろから山口が対応して前向かせなったところが良かったです。はい。まあ、日本としてはこの中島のいる左サイドから前進される方が嫌ですか？相手もちょっと狙ってるよね。うん、今ハメスがね右に行ってるし、はい、もう右からワンツーとか例えば、はい、内にボール縦パス通されたりしてるので、はい、なんとなくコロンビアは分かってるんですか、うん、こちら17分50秒ですね。51秒、今センターバック間でパス交換、うん、サンチェス、まあ、ここ日本はそれほどいかないので、まあ、みんなが持ち運んで縦パス、ね、はい、まあ、今庄司がついていったんで、庄司、はい、がビジョンを見てましたね、うん、まあ、ある程度横幅狭めてそのボールが入っても、はい、そこに来るっていうのが分かれば、うん、はい、まあ、今みたいにセンターバックが少しポジション外れてつくことは可能かなと思いますね、はい、アレルマから、ね、今うんね、ハメス一発で向きましたね。今のボールで向けないでしょ。まああれがね、クロスクリア、マチャドから、オウラ、ビジャ。こういうものいやですね。トミヤス。やっぱ高いといいね。触れもんあれも。はい。トミヤスのところで触れたから。まあトミヤスはね、アジアカップでアズムにあれだけの対応でパーフェクトに守りましたからね。はい、ただゾーンさんのアタッキングサードでサイドにボールが入ったときは、はい、もうファルカオにはボール来るって思ったように、そうですね、来る、そこ狙ってきますし、はい、相手対空時間の長いボール入れてきますからね、うん、まあ、今は山口蛍がセンターバック側に降りての3枚ですね。庄司から左でロングフィード、鈴木に入ってオサイですね。19分28秒。まあ、ハメスがやっぱり中島のところにいますね、うん、引きつけてちょっと周辺にね、はい、ちょっと外側のパラシオスも悪し、まあ、使えってやっぱり言ってますからね、うん、やっぱり自分が中島引きつけてその背後で来なかったら前向けるしね、はい、で再び受けました。19分56秒、うん、ハメス取った、引っかかりましたね。中島から堂安、堂安シュート、うん、外ですね。21分のシュートでした。まあ、今はハメスがね、珍しいパスでしたね。縦パスが中島の、ちょっと甘く見たかなって感じに見えた俺正面に入ってのショートカウンターでしたね。でもちょっと狙ってんのかな、日本の左からの方、はい、前進を。可能性ありますね、うん、まだ若干ベースカメラ近いんで、うん、そうですね、なかなかコロンビアの前線の動きは見えないですけど、はい、マチャドが出してスローイン。もうちょっとベースが引いたら見やすいですね、うん、そうですね、うん、特にね最終ラインが持った時には全体入れてほしいですね。スリーライン入れてほしいですね、はい、ミナが持ってます。今21分21秒、うん、ミナからパラシオス、バリオスから抜けましたね。ビジャ背後取られました。さあクロスは来た、おーい、ファルカオでしたね。ムリエル、今のビジャに出したボールってあれわざと浮かしたんですかね。浮かしてると思いますけどね。ちょっと佐々木のところ食いついて、はい、背後取られちゃったね。多分あそこ背後空いたっていうのが見えてるんじゃないですか、うんうん、まあ、一つコロンビアのなんだろう狙いが出た場面かな。そんなにハルカも動きの量はないけど、やっぱりいいとこにいるね。やっぱり真ん中でね、必要なとこにいる、はい、うん、
最後のフィニッシュのところで仕事できるようなポジショニングはやっぱりうまいですね、うん、言わざるないけどヘディングアスの得意だし、はい、サミナからレルマ、レルマからバリオス、まあいっちゃうね、さあそうですね、入って中島の裏取られたんで佐々木が出てくると、柴崎スライディング残りましたか、はい、おー、ハメス、うまいね、ここで一回作られてサイドに散らされたやつですね、パラシオス、やっぱりここら辺のそんなになんだろうね、我々も知らないような選手だけどビジャンカは、はい、球際とかやっぱ一対一とか推進力あるね、そうですね、これチャンス、さあどうは、うん、うん、使いました、うまく、あ、あ、隣が見えてはいましたか、見えたね、はい、はい、南野を狙ったと思います、はい、コロンビアは日本の左から、はい、日本は奪ったらコロンビアの左から、うん、お互いにやっぱホームムリエルは全然帰ってこない、はい、基本ムリエルが上がれば 2対1を作れると、マチャドに対してだベースがもうちょっと広いと、はい、多分攻撃の時のムリエルの場所が分かるんですけど、はい、まあ、ウィンガー気味ちょっと立ってるのかもしれないんで、うん、切り替わった瞬間にもムリエルが走れば、はい、基本的に間に合わないと思うんで、ね、はい、富安から柴崎、24分09秒、柴崎から縦パス、ドアに入りました、ね、強いもんね、はい、うん、無理や今のドアもね、やっぱライン際にこうちょっとこう押し出されそうになるんですけど、はい、ボールと相手の間にしっかり体、自分の体を置けると意外にブロックできるし、うん、飛ばされずにしっかりキープできますもんね、コロンビアはミナから真ん中のバリオスですね、ここ1本こうやって入れながらコロンビアプレーできると違うかもしれない、はいはい、ここ、うん、ネルマが奪われて25分になりましたね、中島そのままドリブルシュート、おお、コロンビアはもう少しなんかあそこの中盤の真ん中2枚が縦になった時に、はい、今自分でターンしようとしてレルマ奪われたじゃないですか、そうですね、あのトントンのリターンが多分入るだけでも、はい、多分違うんでしょうね、一回日本の、うん、守備の意識、ね、真ん中に寄るから寄せられますからね、はい、日本は東口から前線フィードを、うん、また鈴木武蔵が胸で収められたんですが、でも大体どこに蹴ろうっていうのは分かりますよね、はい、ありますね、で鈴木武蔵も待ってるね、そこ、はい、ここがちょっとどうですか、コロンビアの左サイドハーフと左サイドバック、ちょっとね、ちょっと同じレンで近いんで、同じ、はい、縦関係すぎるかなっていうところがありますんで、まあその辺ね、ムリエルが普段やってないポジションなんで、 そうね、そんな気の利いたポジショニングは取れないと思いますしね、うん、もう張らせて外側から仕掛けさせるみたいな感じがいいんでしょうねとは思いますねということはムリエルの方はあんまり人がいない方がいいわけじゃないですか、はい、コロンビアは、はい、左サイドバックはもうちょっと内に入るとか、うん、そういうポジションのちょっとした修正が必要なんでしょうね、はい、うん、まあ、今日コロンビアね、パラシオス、マチャドとアトレシコナショナル国内組2人、はい、今回4人呼ばれてるんですけども、その2人が使われてますんで、まあ、そういう意味ではね、まだその辺の戦術的なこう駆け引きであったりとか、ポジショニングがそこまで細かい指導を普段されているのかなっていうところはちょっと疑問には思います。右はあのそんなにテクニカルじゃないけど、こう出てくる、はい、結構ダイナミックに、はい、うん、
真ん中は結局窮屈だと外側で少し起点は作りたい、はい、だそういう形でコロンビアも少し外に持っていってるんでしょうけど、うん、左は若干交通渋滞になってます、はい、マチャドとムレイがちょっと近すぎて、そうですね、ムレイからすると対応しやすいですね、はい、一本持ってきた、お、いいとこまでボール来てるんですけどね、はい、あそこで何ができるか、ね、今いい縦パスでしたね、はい、中島から得意な形ですね、まあ、南野もあれ見えてますもんね、はい、あとはここで何ができるんですよ、うん、ストライカーは、はいはい、エスパルス戦ではねあのままゴール決めて、はい、PK も取れて、はい、でここでできるかどうかですから、うん、鈴木武蔵は高校窮屈だね、そうですね、コロンビア反転して背後とかないですもんねまあ今こちら28分39秒40秒でミナが持ち上がってパラシオスに出しました。ここのワンタッチのワンツーはちょっとうまいですね、はい、そうですね、長島が後を行きたところをワンツーで剥がす、はい、ここはロングサイドチェンジのボールは室谷が対応しましたね。コロンビアでもカメスは結構右にもう流れたじゃないですか、はい、だから右で作ってって右でいくか、うん、そこからムリエルに持っていくかっていうところを考えてるんでしょうね、はい、これハメスですもんね、はい、うん、だから日本はあんまりこう動く相手に惑わされずにポジションしっかり守りながら、はい、ファーストエンドは決めてでそこに続いていくっていう守備なのかな。そうですね、今のところそれほど、うん、あんまりハメスを気にしてないですよね、はい、まあ、サイドチェンジのこういうボールがちょっと入り出しましたけども、うん、今のところねそれほど、おー、ムリル。やっぱドリブル持ってますよね。はい。うん、オンのところはねレベル高いです。レルマからのボールはスローになりました。ちょっとレルマのパフォーマンス上がらないですねこの試合は。そうですね。うん、この夏にねレバンスペインのラリーガのレバンテから、うん、プレミアボーマスに。レバンテとするとクラブ史上最高額で移籍をした選手ですけども、マチャドからサンチェスに下げました。右ちょっとここも出ますかね、スローインですね。やっぱちょっと後ろのボールの動かせるところは若干なんだろうな、はい、心もとなさそうなんで、はい、うまく持たせて横横みたいな作ればいいですね、うん、はい、日本はファールないですか。お、また取り返しました。中島。お、ミナだ、うん。逆に日本鈴木のファール、うん。ここまではでもダビソン・サンチェスとミナ の対人の能力のところはやっぱレベル高くは見えますね。はい、そうですね。うん、まあ、最後の最後できちんと体入ったりしますから、ね、余裕持って対応できる。はい、ムリエルからバリオス、エルマから、うん、ハメス入りましたね。ハメスからオフサイド、これはオフサイドですね。ビジャイのパスはオフサイド。今山口の左側でしょ。はい、脇取られましたね。まあ内レーンですね。はい。あそこら辺のポジション取るのはやっぱりうまいんで、うん、まあ、ボール入っちゃったらもうなるべくこう飛び込まずに、はい、今みたいな感じで、うん、少しずつ一歩ずつ一歩ずつこう寄せてって。はい、狭い方、まあ、外側にプレーさせるってことをしないと、うん、はい、そこまたキュッと切り返されて、うん、ファーンっていうクロスがあるし、ね、俺アメリカ戦 見たでしょ、はい、あのループ気味のこうマックシュートとか出てきちゃう、はい、いやすごかったですね、あのあれはもうもう完全にイメージしてるんでしょうけど、うん、だできるだけその真ん中からね外側に追い出してボールは触らせて、はい、そこからなるべくゴール方向にはパスを出させない、うん、守る側も賢さ必要ですね。ちょっとこの時間帯ハメスにだいぶボールがね入るようになってきました、うん、ハメスからレルマ、
ヘルマからビジャを中島引っ掛けましたが、パラシオス。ここはね、うまくはないです。うん、落ちてきたハメス、うん。ここはファールはない。32分36秒。冨安から堂安。うん、鈴木にはファールですか、うん、ミナのファールですね。でも堂安も今見えてたんだね。でしょうね、よく見南のところはね、はい、で南野も反応はできてましたからね、はい、結構リスキーなボールに見えたけども、あれだけまあ見えてれば使えますね。中島から柴崎、冨安、まあ、ケイロス監督はかなりアグレッシブに前に出ていけとは指示してますが、うん、柴崎から、お、いいボール出ましたね。室屋長所目手前か、キーパーと最終ラインの間が空いてましたね。かなりスペース空いてましたね、うん、堂安、南野、反転シュート、うん、なんか他にもねできそうなことはあるんですけど、はい、まずボックスの近辺というか中に入った時に、うん、自分でっていうところが僕はあった方がいい、はい、と思ってるんで、はい、だ非常に僕はこういうのはポジティブだと思ってます、うん、パスからじゃないっていう、はい、もちろん他にも選択肢あるので、うん、次は違うプレーを選択するんだろうけど、はい、うん、個人で何かできる匂いは出しておかないと、うん、他が生きてこないからね。冨安がレルマのボールカットして鈴木、うん、右堂安ですね、うん、ここが、あ、抑えた、うん、まあ、やっぱりムリエルは帰ってこないんで、今柴崎が外側から上がってきました、ね、また本当レルマンとか良くないねコロンビアは引っかかりますね、はい、そこからですからね。プレメイクをするタイプじゃないですから、はい、2人とも違うんですよね。そうですね、どちらかというとね、うん、守備的に潰し屋タイプですから、だそこでちょっと困ってるようには見えるな、はい、若干だキンテロがいるとやっぱりハメスとキンテロ両方あるんで、はい、そこにまずボール預けて、そうでしょう、ね、多分コロンビア作るんだけど、はい、だから守備からカウンターの方が強いですよ、うん、コロンビア特にもうキンデロがねコパアメリカでもう間に合わなくなった以上は、うん、ね、ある程度守備的なダブルボランチできちんとセットしてからのカウンターでっていう方がいいでしょうしね、うん、さっき取れずにここのちょっと前に出るパワーはありますよね、うん、その後の今ハメスへのパスはずれましたけど、はい、うん、ただ今回クアドラードいないね。あ、そうですね、うん、はい、彼はユベノで出てないから、はい、柴崎35分過ぎましたね。36分になりました。あ、惜しい。さあこぼれ球堂安拾ってまた右、室屋フリーでしたけども、まあ、南野を狙ったんですね。山口、柴崎、右の室屋に入りました。ここでマチャドアタックきました。ハメスが戻ってきましたね。そう、ムリエルが戻ってこないで、ハメスが戻ってきましたね。どういうあのタスクになってるのかちょっとわからないですけど。岡島、佐々木。一番守備をしてないのがムリエルなんじゃないかと思いますね。お、お外。おっと、いやー。待ち方は良かったですけどね。そうですね。お外のポジション取って、うん、いいボール入ってきましたんで。ボールの質も良かったですから。はい、ちょっとそうディエンダーが先に飛んだんで、ちょっとこうボールが見えづらかったのかもしれないけど、綺麗なボールでしたね、はい、ちょっとこうパンチ気味に膝下でキュッとこう鋭く振ってボール伸びてますけど、まあ、タイミングは合ってました、はい、
ミナから縦パス、うんうん、奪いましたね。ここは割と佐々木もはっきり後ろがついてるので、はい、まあ、中島のところだけ遅れなければある程度は対応できるようになったかな。そうですね、はい、まあ、サイドバックは高い位置取ってこない分ね、うん、マンツー気味に日本のサイドバックは対応できてますからね、うん、山口から庄司、庄司からキーパー樋口、南野のファールですね。コロンビア、ミナからパラシオス。このワンタッチはあるけどね、はい、うん、今をミナからパラシオス、はい、パラシオスからワンタッチ、ワンタッチですね。だからそこに対して日本の選手が割と早く人捕まえにはこらえてるから、はい、まあ、真ん中使われてない分スライドしやすいんですかね。そうそう、これコロンビアの方がうまくいってないかなっていう、はい、感じですか。持たされてる、も、まあ、持たされ、まあ、最終ラインはフリーなんで、はい、もう少しなんだろう、遠く見えそうな気もするんですけど、うん、どうしてもちょっと真ん中の2人うまく関われてないんだから、はい、外回りにはなってんじゃないですかね。あ、うん、まあ、ここですよね、56のところが。でサイドバックにボールが入って、今もパラシオスが運んだ時のサイドハーフの多分こう位置関係が、はい、日本からすると多分動かないで守れやと思うんですね、はい、佐々木はそのままビデオのところ見てたから、はい、だからもう少しなんかボールを動かすときにポジショニングで相手を止めるとか、うん、ボールを受けた人がもうちょっとフリーになれるような、はい、もしくはもうシンプルにゴール方向のところに人を持っていくっていうところも、はい、コロンビアあってもいいのかもしれない。フリーキックハメスから鈴木のクリア、ボール球をムリエル拾って、まもなく40分ですね。バリオス、まあ、中島対応ですね、ここは、うん、うん、レルマからのボールはやっぱり良くないですね、うん、そのままゴールキック、まあ、今ファルカオも降りてきたし、はい、なかなか背後取るところまでいかないですよね。そうですね、うん、でいわゆるあのボールだとあの内側のね、はい、真ん中のところに縦パスがほとんど入らない、うん、まあ、日本がうまく消してるんだと思いますけど、はい、一方ハメスのところに斜めのボールが入ったぐらいなんで、うん、まあ、お互いセットしたときはそんな簡単にあのボール入んないと思いますけど、はい、まあ、コロンビアの方がひょっとするとプレーしづらいですかね、うん、こぼれ球ファルカオが拾いましたね、うん、バリオス、ムリエルからは、お、ファルカオ残るか、うん、山口のクリア、マチャドからハメス、ここら辺はうまいね、やっぱね、うん、あー、うん、ループですか。一瞬スピード落として、はい、食いつかせて2人の間ひょって抜けるとか、ああいうところは本当にうまいと思います、ここの後でね、はい、ビジャからまあ、クロスのイメージですかね。どうでしょうか。クロスでしょうね、はい、今のは。またそんなやっぱりコロンビアのプレーテンポが上がらないじゃないですか。はい、まあ、ちょっと探しながらになってるんでしょうね。うん、まあ、監督が新しくなったからっていうのもあるのかもしれませんけど、はい、まあ、選手の顔ぶれ見たときに、やっぱりこう9番、10番、うん、どうやってボール預けられるかっていうところを、はい、ちょっと考える時間が長いのかなと。うん、そんなに日本がこう横に振られることもないし、ないと、はい、中盤のラインを抑える縦パスをズバッていられる場面もないし、うん、
まあ、ここまでは割と落ち着いて対応ができるかなというふうには見えますね。はい、この佐々木はもうずっとビジャー見てますし、ビジャーのポジション取り方もあまり良くないですよね。展開に対してちょっと遅く見えます、はい、結局みんながドリブルで運び出しても、うん、なかなかないです、ね、パラシオス右サイドバックにしか出ないですもん、はい。43分経過しました。だ攻撃はあんまりうまくいってないですけど、まあ、2センターバックの方がやっぱコロンビア強いから、はい、そんな簡単になんだろうやられる感じはしないんでしょうけど、うん、ちょっと真ん中の2バリオスはいいですけど、はい、レルマンのところの役割が明確じゃないっていうのと、ただ単にパフォーマンスレベルが高くないですね、うん、はい、俺はあれかビジャが佐々木に対して、はいはい、ボールのないところで行きましたね。あそこまでなんかはっきりぶつからなくてもね、そこに体を置いていけば、はい、もう完全ボール見てないですもんね、はい、そこにいればブロックはできると思うので、はい、これは意図的ですよね、はい、あんまり上手じゃないプレーだと思う。でもまあ所属クラブのプレー通りですねそんなにうまくはない、はい、ただ走りますよね、うん、しっかり、はい、うん、ハードワークできると、はい、だアタッカーとしての怖さはビジャにはないと思います、うん、44分20秒、うん、間もなく45分ですね。キーパーがハメスにつきましたね。ファルカオには通らず、まあ、先に背後のスペース消せたからよかったですか、はい、でもやっぱり間違いなく最初に見てるからね、うん、うまい股抜きですか。45分経過しました、うん、アディショナル何分あるでしょうか。山口から柴崎、柴崎から中島、佐々木上がりましたね。うん、和島左から武蔵、うん、ファールになりましたか。やっぱりカットイン持ってる選手だから縦の持ち出しも効くんだよね。効きますよね。で緩急もあるし、うん、出だしでもボール蹴れるので、はい、まあ、あとは今ね佐々木が上がって引っ張ってくれたものがありますよね、うんうん、この鈴木武蔵がマジャザのところに行ってマッチアップした方がいいですよね。そうですね、真ん中の2人強いから、ね、はい、もう前半終わりますけど、はい、1、2分だけ休憩して、はい、振り返りやりますので、やりますんで、まあ、ぜひ見てください、はい、また戻ってきますね、はい、2分ぐらいかな、はい、はい、
お待たせしました、はい、前半の振り返りやりたいと思います。はい、トウさん、前半の見ての、日本はそうですね、まあコンパクトな3ラインで、はい、できるだけここをね、はい、消して、まあ横、横、うん、外回りにさせて、はい、奪いに行くって形で前半入ったのかなと、はい、うん、でそれに対して今度コロンビアがちょっと工夫したなっていう、はい、ちょっと工夫したんだけど、結局ここがね引っ張れない、ここは非常になんだろうな、交通渋滞になっちゃいましたね、はい、うん、もうちょっとはっきりなんかこう動きつけてもいいんじゃないかなっていう感じはしましたけどね、はい、まあ、日本が嫌なのは多分こういう感じで引っ張られて、ね、ここで引っ張られて、そうですね、こういうところですよね、はい、それはなかったですね、まあ、それか本当にここにずっと晴らしときたいんだったら、うん、逆に言うとずらし方を多分変えた方が良くて、はいはい、別にいらないと思うんで、うん、こんな感じするとか、うん、はい、ちょっとこう例えば左だったら17、19交通渋滞、はい、で右はねそんなに悪くなくは見えましたけど、はい、ボール入ったところで、はい、中島が少し戻る、少しこう斜め後ろに戻るときに、はい、そのままワンタッチのワンツーで入っていくみたいなのがいくつかあった、はい、ただ入った後にコロンビアはあんまりいない、はい、うん、基本的に全部手前だったんで、はい、だからファルカーモーラそんなにこうダイナミックに動く選手はもうないので、はい、はってここまではないですよね、ある程度チームがボール運んできた時に、はい、ボックスの中でやっぱりこう駆け引きするのは上手ですけど、うん、はい、基本的には足元っていうところでは少し日本はやりやすかったのかなと、はい、その中で一本、まあ、嫌な場面というか若干あの日本からすると決定機までいかないですよね、トントンで、はい、ちょっと佐々木がこう食いついた時に反転されてこの裏っていうのはあったんで、はい、やっぱ背後っていうところが入ってくると嫌だなっていう、はい、うん、そういう意味でほとんどはコロンビア背後はなかったんで、はい、全部足元、うん、で基本動きながら足元、はい、足元、はい、だ日本はこの狭い3ラインの中にしっかりポジションある程度取って、うん、はい、動くハメスに、まあ、そこまでこう影響されずに、はい、ちゃんとこうスペースを埋めるっていうところができてたのかなと、うん、だからそんなにこう特にここの真ん中のレンドとかボール入ってこなかった、はい、1本だけかな、うん、ここ、うん、ここにピュッてこない、後ろの脇に、はい、それぐらいでしたか、はい、僕が見たコロンビアは、うん、日本はどうでしょう、攻撃、日本の攻撃はまあ比較的特に左は持って中を見れる視野を作れてるんで、多分ねベースのカメラがすごく遠いんで、うん、何とも言えないですけど、はい、こうなんでしょうね、はい、だから切り替わった時に、はい、ドーンって出てきたら、はい、もうこのまま全くいない状況にはなってたんで、はいはい、だ下手すりゃコロンビア 6枚で守るっていう、はい、そういう意味ではあれですよね、でこの形が持った時にはこうですね、でたまに一回ありましたね、柴崎もあったから、はい、だからこう週からこうに切り替わった時にコロンビアは明確に左に大きなスペースがあって、うん、でそこを日本は結構使えたなと、はい、であとはもう少しここ間に流し込むっていう、うんうん、まあ、何回か狙ってたんで、はい、ボールがね、うん、っていうのがあってもよかったのかなっていう、はい、あと試合前にその話した、だから柴崎と、はい、まあ、山口ホタルの関係のところはそんなに問題はなく見えたかなと、はい、1回あったね、日本が少しこう前に奪いに行った時に、はい、2人捕まえに行って、はい、入ったボールにファルカオ、うん、はい、こぼれてハメス、でここから運ばれて、はい、外、はい、で決定機のあったでしょ、4分のシーンですね、はい、はい、だここら辺じゃないですか、日本がこう奪いに行くときにやっぱり中盤のラインを1本のパスで越えられちゃうと、はい、まあ、基本的にボールが入ってしまうと、うん、だ入ったときに奪えればいいですけど、はい、やっぱこの中盤の2枚の後ろ側にこの10がいるっていう、うん、ただこの形がその後あったかっていうと多分なかったんですけど、ないですよね、うん、まあ、なかった理由は、はい、お互いにコロンビアにもネガティブな要素があって、うん、日本の守備もそれなりに、はい、まあ、縦の距離も近い中で守れたっていうのもあるんでしょうけど、はい、だから多分途中から動き始めて、うん、
ちょっと降りたと思って、はい、やっぱここにいられるのが一番嫌だから、うん、ここで失点しなかったのよかったかなと、うん、そうですね思いますね、はい、まあ、アジアカップの戦い見てもあんまりここが前行ってこことの間で開けると日本はちょっとね苦しいんで修正できないと思うの で、できればここは締めてっていうところで、まあこの決定機構の守り方は僕は良かったのかなと思いますけどね。だからボールサイドに対して、まあ、ある程度出なきゃいけないと思いますけど、はい、アザサイズをどうするかとか、うん、ちょっと多分並んでたんですよね、うん、この時は、はい、ぽっかり空いてましたね。若干こういう、ね、やっぱりこういう位置関係は必要だと思うね、はい、うん、でボールサイドは多分残るってことはないですから、はい、ボールサイド漏れちゃったら、はい、行かなきゃいけない、前向かれるので、もしくは早く出すぎちゃうと、はい、空いちゃうから、はい、出させていくっていう、うん、寄せ方もあっていいのかもしれないし、はい、そこら辺ですかね。はい、特にこうセットして2枚から奪いに行くとき、はい、まあ、前半1回しかなかったので、はい、まあ、消せてたと思いますけど、はい、あとは僕あれかな、ハイプレス受けたときに東口から鈴木武蔵のところまでボールが入って、はい、でこぼれ取って、はい、日本は攻撃ができたっていう場面があったの で、はい、で蹴る側も受ける側もそこの意識は高かったですね、後に感じたんで、はい、まあ、それでいいかなと、はい、でちゃんと段差も作って南野が受けれるような体制作ってましたし、うん、はいはい、堂安も含めてですね、そうですね、はい、だ多分日本の守備の方がコンパクトで、はい、まあ、サイドハーフの選手もコロンビアよりはあのきちっとポジション取ってアプローチができるんで、はい、だからコロンビアの方が多分後ろから運ぶのはちょっと窮屈、そうですね、で窮屈だから下ろしてるんですけど、はい、下ろした中でのポジション取りがもう少し大胆でもいいかなみたいな、はい、そうですね、もう少し例えばこう入ってきてもいいかなみたいなところはあるんじゃないですか、まあ、そこがやっぱアリアスがいないところは僕はかなり影響あるなと思ってますけど、ね、どっちなんですかね、理由どっちがどっちでどうなってるんですかね、こっちが出ちゃえばいいですかね、こっちはやっぱ外が出ちゃえばいいのか、出て、あとはでもやっぱこの選手もやっぱ、うん、なるこの辺でしか動かないんで、もうちょっとこっちで動いてあげると自動的にね、うん、そこが右左ともにないかなっていうところは、はいはいはい、まあ、そういう意味では日本の真ん中の2人の方がしっかりプレーできてるのかな、はい、まあ、あとは日本のサイドの連携の方が攻撃面でもやっぱりいいですし、そうですね、まあ、ここ基本的に1人でねこう中見ながらできちゃうんで、うん、まあ、1回前半の終わりぐらいにこう抜けて引っ張ってあげて逆に立てってのクロスありましたけど、はい、斜めのボールもあった、はい、ここね、はい、まあ、だからやっぱり彼を起点に左も作れてるんで、はい、今のところ、まあ、この前半の45分日本の方が良かったかなっていう僕は印象を受けてますけど、あとはちょっとプレッシャーを受けた時に、はい、内に入ったドアにボールが出て、はい、富安だったかな、うん、でフリックしたら、はい、そこにもう南野がいて、はい、で鈴木武蔵がいて、このつながりもあったので、はいはいはい、2回こうちゃんとフリックでつなげたってところですね、そういうなんだろう、ボールに対してのこう配置と反応は日本の攻撃陣のがあるのかもしれない、うん、やっぱりまず1回ボール預けて、はい、そこからだし、うん、そこからにはなかなかならないっていうところがちょっとコロンビアあったので、はい、ただ一応ここはまあ強いなと、うん、ここでちょっと持ってる感じじゃないですか、はい、僕だったらここどうしようかなとか、うん、ね、もう少し左から入っていくんだったら無理じゃない方がいいでしょ、うん、そうですね、中の方がいいでしょ、はい、でこうでしょ、うん、こうでしょって感じになると思う、うん、はい、だケイロス監督はどうするのかな、そうですね、はい、まあ、これは多分ある程度分かってるとは思うんで、だから試合前あの話しましたけどサパタみたいな選手もいるし、ね、うん、でもまあ変えないよね、まあそうですね、うん、ここは変えずにちょっと配置やっぱここじゃなくてこっちに持ってた方がスムーズにいくのかな、まあ、ただやっぱそうなった時にはサイドバックがここ取れないといけないんで、でもすごくほらでもロジカルじゃないですか、うん、ロジックで動く選手だから、はい、今の多分、うん、ビルディングアップだと生きないですよ、はい、パルカオは、はい、ボール運んできてくれて、うん、ここで何ができるからし、はい、まずはここまで運ばないとね、チームとして そこがちょっと力技でボーンって蹴って一回無理やるみたいなのがあって、はい、でそこからドリブル突破あったじゃないですか、はい、ああいう方が嫌です、うん、ということでここにでかいやつがいた方が嫌ですそうです、ね、僕は、はい、そこがちょっとコロンビアの前の選手が欲しいものと、うん、はい、後ろの選手が多分できることがちょっと噛み合ってないと思うんで、うん、はい、まあ、多分前半は日本のが優勢に見えたかなという感じかな、はい、まあ、あとはお互いに勝ちに行くんですかね、この試合は。そんなに選手変えないのかな。
どうでしょうね、まあ、そのあたりは次のね試合もそれぞれあるんで、うん、まあ、勝ちに行くじゃないかなと思います。コロンビアはどうするんだろう。まあ、多少ここを変えてもいいのかなとやっぱ思いましたけどね。ゲーム入れてる、うん、うん、何でもないここのやり取りでミスしたりしますからね、はい、そこはもうちょっと、まあ、コロンビア修正した方がいいかな、はい、あとはあれですね、これ2限で配信するって言って、はい、アジアカップの時 あの Facebook の非公開グループの方にも出すつもりだったんですけど、はい、ちょっとうまく言う、すいません、すいません、技術トラブルでちょっと今配信できてない状況ですね。こっちに出せてないんで、はい、今からその手続きをすると、はい、全部が一回落ちる可能性があると。あるとリスクがあるみたいなんで、はい、今回は我慢してもらえますか、うん、はい、はい、すいません。また次の試合の時、はい、そっちの方に出せるようにしますので、はいはい、ということで後半、はい、また我々は姿を隠して、はい、新解説で今日しますので、はい、また聞いていただければと思います。はい、ちょっと俺それでは また試合後こういう形でたっぷりやりたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、では間もなく後半キックオフしますんで、またキックオフするタイミングで、あ、キックオフしました。はい、しました。こちら始まりました、後半キックオフです。メンバー交代なし、なしみたいですね、うん、東口からロングフィード、コロンビアもバルガスまで戻ってフィード、ファルカオ、山口が拾って柴崎から中島、31秒、中島、うん、サイドチェンジ、ムリエル一応ついていくことはしてましたね、はい、言われたのかなもうちょっとついていけど、はい、可能性ありますね、うん、振りは小さいですけどね、今のボールもやっぱり踏み込みに、はい、からしっかり伝わってると思うんで、はい、あ、今日はあれなんだ中澤ゲストで喋ってんだ。はい。なるほどね。そっち見たいな、じゃあ。コロンビアスローインから。ここもファルカが降りてきてるでしょ。ね。だ前人いないですから、ね。はい。まあ、ボールに密集してましたね。日本としてはね、こうセンターバックの背後を取られる心配ないですもんね。ないんですよ。前に出て、はい、なんか飛び出す選手がいないんで、はい、これクワドラードとか言ってジャーンって走られると嫌ですね。嫌ですけどね。なんかキンテロぐらいめちゃくちゃうまいやつが、はい、サイドにいると、はい、真ん中消しても外でっていうのは出てきますね。ここがね、はい、ビジャンとかそんな怖くないと思うんで、はい、佐々木はうまく対応できてますし、今そのまま上がりましたね。うん、逆に。あ、でも捉えた、奪われたんで中島のスペース空いてる、はい、どっち使うかな。アメスが無理に見ました。おーっと、パラシオス、よし、おー、残った、おー、パラシオスが残しまして、
クロス、庄司がタックルしたけど触れなくて、そうですね、で抜けて、はい、最後冨安も当てて最後残ったボールをファルカオですか、ここがクリアしきれず、冨安が触ったところにファルカオだ、はい、なるほど、中島カットインクロス、うん、コロンビアはビルドアップ変えてきますかね、ちょっと見たいですね、今のところ中盤、今のところ変えてない、はい、サイドバックが日本のサイドハーフの手前にいるので、はい、まあ、プレッシャーか日本はかけやすいはずです、サンチェスから、うん、ビジャでしたがクリア、メスが降りて、うん、右に配球、パラシオス、ここの前に出てくるちょっとパワーある、ね、うん、ありますね、ビジャーは佐々木に当ててスローイン、やっぱハメスがちょっと右にずれて、うん、でビジャーがあんま下がりすぎずに高い人って佐々木止めて、はい、で長島の外側でパラシオス、うん、コロンビアこれじゃないか、そういうとこ、南野拾って堂安、3分50秒ですね、日本ボールのスローイン、こうだろうね、そうですよね、この形作られたのは嫌じゃないですか、嫌、うん、ですね、ちょっと内側にやっぱりこう入る、はい、その配置の方が嫌ですね、うん、だ止められちゃうから、はい、佐々木出られないと思うんで、やっぱ一列前の人のポジションってすごい大事だと思って、うん、佐々木から中島、もう中島抜けました、あそこでパス出さないんですよ ね, ね普通だったら一回はたいて逆持っていくんじゃないですか、さあ、はい、日本は冨安にボール入りました、4分48秒、柴崎冨安、今山口が左脇に入りました、うん、慌てないでハメスと、ね、あのファルカオとかそんなに連続で追えないので、はい、そこから丁寧に剥がしていってもいいです、うん、ここは ね, ここはね強いですね、そう、どう攻略するかです、ね、配置が強い、ミナモサンチェスもまともに1対1はやりたくないですね、うんうん、庄司からロングボール裏に抜けましたか佐々木、抜けたね、おお、間サンチェスよく、おーし、堂安から南野でしたね、6分の決定機でした、ここでうまく抜けましたね、庄司から佐々木、はい、佐々木が間入れてサンチェスクリア、残ったボール堂安南野、今プレッシャーかけられて左足で庄司蹴ってますけど、はい、まあ、スペースに落とすっていう判断が良かったんでしょうね、うん、はい、うん、あれ手前に出したらやっぱりこうガツンって来られるじゃないですか、はい、うん、ボールの捨て方は、まあ、捨てたとは言い切れないけど、うん、落とし方は良かったですよね、ね、やっぱりファルカオ結構降りてくる、そうですね、後半の方がでも別にゼロトップとかじゃないじゃないですか、うん、はい、中盤増やしてそこでこうポゼッションでうまくいなせるって感じも多分今のコロンビア違うと思うんで、ないですね、ここでレルマが、うんうん、なんとかバックパス、レミナからサンチェス、みんなは結構こういう縦パスを入れたい選手ですけどね、うんうんうん、まあ、そこはやっぱり庄司もうまく対応しましたね、ファールになりましたけども、さあビジャ、セバシャンビジャ、うん、サイドバックパラシュ下がってます、
バリオス。ここはトミヤスクリア。この幅取らせたところで無理にとりあえずコロンビアボールを渡せばね、うん、いいのかもしれないけど、はい、まあ、ここもミナとやっぱりパラシオスの距離がちょっと近いですもんね、うん、で縦縦で佐々木としては対応しやすい、まあ、動きがなくてこう外外だから、うん、日本からするとしっかりボール一つ一つ対応すれば、はい、まあ、今みたいに佐々木のところである程度はね、うん、寄せられますよね。佐藤宮安ロングフィード7分56秒、マチャド、ミナからパラシオス、ユリミナから今ハメスが左に降りた、そうですね、左に降りてますね、うん、ダメソン・サンチェスからハメス、うん、前進されましたね。マチャドからファルカオ、これはちょっと嫌な展開ですね、うん、そうですね、押し込まれますね、こうなると。いやーっ、いや入りましたか、ハンドですか、ハンド、ハンドか、うん、でも結局あそこがハメスが関与してからの前進でここまで持っていかれましたね、はい、ついで言うと無理より中入ってましたもんね、はい、内側に入って外側開けてましたから、はい、でそこから右展開でビジャからちょうど2センターバックの間にパルカオに入られてるので、はい、パルカオがな、ああ、ね、そもそもハンドですね。じゃここはかなりうまくやられたなと、はい、ああやっぱりこうチャンスだっていう場面になった時に、はい、パルカオって必ずあのポジション間に立つ、うん、もしくはプラウェイで背後に回っていくんで、はい、あれは嫌ですよね。サパタじゃね、11番ああ、来ますね、うん、5番サパタ、アタランタで今季セリア得点ランキング4位ですね。今季もう22点取ってます。結構イタリアで長いですからね、この選手は、はい、サンプドリアからアタランタに移籍ですか、うん、サンプから出されると思ってなかったみたいなコメントしてましたけどね、うんうん、サンプもサンプですごく戦術的だし、はい、あ、そうですか、アタランタもまた特殊だから、はい、まあ、そういう中で結構ね、いろんなこと多分叩き込まれながら点取ってるんですよ、ね、はい、この選手は楽しみですね、そういう、うん、ある意味で荒削りで、ね、うん、そういうタレントがガスペリーニの指導を受けて覚醒するっていうのは。そうそうそう、さあ中島から堂安横パス、10分経過しました、10分6秒、右室屋から柴崎が右いますね。堂安、中島が中に入ってました。お、室屋取りましたけどね、いい形で、うん、背後ね、出せそうだった、はい、多分ちょっとあれですか、ボールをこう動かした時角度があれですか、角度と距離が詰まっちゃったんで、はい、このタイミングですよね、ここ、はい、うんうん、角度もね、なのでシュートを選択しましたね、はいはい、出していたらオフサイドになっちゃってましたね、もうね。だから左サイドバックのね、見えないところからぐらい飛び出してたから、うん、それなりのボールが出ればチャンスだった、はい、コンビは誰と変えますかね、まあ、モリエルじゃなくて右のセバスチャン・ビジャーになりますかね、やっぱ。そうか、そうですか、一番名前のない選手から変えてた、まあね、序列あるんじゃないですかさあ12分に交代ですか、うん、後半どこに入ります、前か、ハメスが右行ったんですね、ですね、前には見えますし、もう両サイドは守備しないっていう、はい、右ハメスですね、明確に真ん中にあの大きくて強い選手が入ったから、はい、こっちの方が後ろの選手はボール持ってきやすいかもしれないですね、うん、サパタってとこ 見ながらプレーができるから、そうですね、あとまあ日本のセンターバックもそう前に出れなくなっちゃいますからね、うん、今もサパタが背後取りに来ました、でどっちみちハメスは少し内側に入って、はい、あとはまあパラシオスも前に出やすくなるかもしれないし、
本も動きますかね。どうでしょうか。どうだろう。15分ぐらいまで待ちますか。12分30秒経過、33秒。もう斉藤俊英さんは正式にあれだね、コーチになったんですね。入ってますね。うん。ならこっちの方がはっきりしてて嫌かな。かもしれないですね。2トップね。はい。両サイドにハメスとムリエルですもんね、うん。はい。結局ハメスがトップしたファルカオがトップだけど、2人とも中盤降りてくるとね、うんうんうん、日本としては守りやすいと思うんで。うんまあ、ある程度これで配置が固定されるとちょっと日本は嫌かもしれないですね。うんうん、宮須バックパス東口ですね。ここまで柴崎降りる必要ありますかね。どうかな。まあ、今一応引きつけましたけど、うん、庄司からのパスは出てスロー。2トップの後ろでもいいんじゃないですか。まあそうですね。ひし形作って、はい、ここで東口から縦パス入った方が効果的ではありますからね、うんはい、その2トップが止まるかもしれないし、はい、こっちのコロンビアボールはあれかな、運びやすくなりますかね。どうでしょうね。ハメスの右にいて、はい、真ん中にはサパタいるし、うん、まあ、あと日本もね、まあ、今南野が少し行こうとしてますけど、そんな2トップ編成でファーストラプレスが強度高いわけではもうないんで、はい、まあ、比較的ある意味でそんな3枚で行かなくても運べはしますからね、うん、まあ、今レルマが左に配球してダビソン・サンチェスですね。左足から縦パス入りました。ファルカオ、ハルカはここに降りてきてもやっぱサパタが真ん中にいれば、うん、こっちのは嫌かもしれないね。本当したらライン上げにくいですね。ハメスに入りました、うん、まあ、見ながらファルカを、うん、柴崎の脇を通ってきましたね。で多少距離があのサイドバックと近くなっても、うん、ハメスだったら外でボール受けてもなんかで、はい、運べるので、なんか持ってってあれ見ながらボランチの柴崎の脇通せますからね。そう、右から入っていくとこの左足で中から消さなきゃいけないんで、はい、さっきみたいに柴崎の脇のとこね、うん、遠い方の脇が多分開くんですよね、はい、これもキンテロがいればキンテロが右で多分その仕事をするので、はい、ここからのコロンビアの攻めの方が嫌かもしれない。ただ守備が緩くなるかもしれない。うん、そうですね。まあ、ただ日本はそれほどボール保持率は高くないですし、ボールは持ててないので、うん、まあ、ああいう持たれ方だったら問題ないって森保さんも考えてるんじゃないですか、ね。うん、さあ、こぼれたボールハーメスに入りました。15分49秒、ね、こういう方がいいですね。そうですね。ここでこれサッカーでしょ。はい、モルヤの背後にもう位置してましたね。クロス上がった。いやいやいや、で2トップいて、はい、2トップやるってことは2センターバックちょっと下がると思う、ね、うん、でそこに右から逆にハムスがひゅーって入ってきた方が嫌ですよ、はい、こんななんでしょう。ムレが張ってるわけだ、うん、でも今サパタの、ね、ポジショニングなんかも良かったですよね、うん、ムレが上がったところ取りに行くとかサイドバックの裏にしよう、はい、ね、さあ加賀呼ばれましたか。この2トップの方が嫌だな。引っ張られる。あ、そうですね、引っ張られるんでちょっと中盤が間延びした感じになりますね、うん、でハメスがカットインから富安がクリア。今やっぱ高さがあるんで触れますよね、はい、うん、前半もあの似たようなのあったけど、うん、まあ、ただハメスはあそこに落としに来てますね。そうね、ボールをね、右からね、はい、確実に狙ってますね、はい、パラシオスからのボールが悪くてハメスも
うまく処理できませんでした。これのバリオスのなんだろう、まあ、食いつきとか、はい、スピードとか、うん、準備は結構いいですね、うん、サファロカオが作って左サパタいいよ間入って残ったマチャドサパタいいよハンドですか PK 取られましたね誰のハンドですかモロヤですね、いややっぱ2トップの方が嫌だな18分ですね後半富安やっぱ2トップになってちょっと押し下げられて、はいそうですね、間が空くか手前が空くかあーなるほどねどうなんでしょうこの形だとどうなんでしょ う明確にシュートのコースが変わっちゃってるからあでもね引いてはいるんで本当こういうのって解釈の問題になっちゃうんで難しいですよ、ね、本当に VAR 入って余計に難しいですよね、うん、さあファルカオ PK おーっと惜しかったですね東口ファルカオの止まるタイミングで我慢したんですけども触ったんですけどもコロンビアファルカオの PK でやっぱ2トップだよ後半19分に先制右から入ってくるもんな松田さんやっぱこのクラスの相手まあ特にコパアメリカで、はい、例えばチリウルグアイになってくると、はいまあ、キンテロのねやっぱこうやって選手交代で少し流れ状況が変わったときに素早く対応するっていうところを求められそうですか、ね、日本としては簡単じゃないですけどね、うん多分うん、そんなにねすごくやられてるとか現象としてはっきり、ね、頻度高く出てるわけではなかったんですけどやっぱりだからあとはどれぐらい試合の前に各選手、うん、相手の各選手の特徴とかね、はいうん、情報を与えてるかとか、はいでこういう展開があり得るからこうなったらこうするよっていうのは、うんはい、僕は多分してないと思うんですよ、うんうん、だそうなるとなかなかその瞬間には、ね、反応しづらいできないですよねだから2トップになって明らかにコロンビアはプレーはしやすくなってそうですねそれでハメスも今ねちょっと前に伺いながら、うん、でサパタがいてくれるんで降りてくるこうファルカオのところはちょっとこう効いてきますね効果的になってくるし、はい右から入ってくるハメスも効果的だし、うんうん、あとそれぞれがなんかこうよく見え始めますそうですね、はい、ただあの前半の流れとかねムリエルの左の起用ながうまくいっている中でサパタ一人が入るだけでこれだけ状況が変わるっていうのもサッカーの面白さですね、うん、はいそうですねサムリエルこれ強いな、ね、あ抜けたいや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 おやっぱあの前向いた時のドリブルはね、うん、持ってるんですよ、はい、イタリア復帰してからこういうドリブルで2点取ってるからこの選手はただどうなんですかねこの庄司の対応の仕方が明らかに誘導されたでしょうち、はい、にこう食って入った時に、はい、もう重心がぶれちゃってますからね対応できなかったです、ね、距離をなんだろう保って下がりすぎたじゃないですか、うん、でもあれって逆にそのままで立ってれば、はい、自分に引っかかる可能性もあるし、うん、完成してある山口が見えてれば、うんそこを2人でこうシェアして瞬間的に守れそうな気がするんですよね、うんうんうん、おーサパタいや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 ー抑えろサパタのシュートを東口止めてポストこぼれ球ムリエルが詰めたんですけどもオフサイドこれ打った瞬間になるのかなジャッジするタイミングだいぶ曲がりましたねサンチェスここで残してですね、うん、サパタがここで残してボレーですよねここ打った瞬間だからオフサイドかいやいやよく残しましたねサパタも強いですね強いですナチュラルに強いです、うん、さあ日本はどう変えていきますか香川を入れたことによってっていうところですね、まあ、ちょっと中盤に降りながら保持率高めて、はい、そこから積み出すんですかね、はい、その分南野が、うん
まあ、前線には入っています。柴崎から堂安、鈴木武蔵と勝った、はい、鈴木武蔵と変わりました。13に変えて10ですね。明確なストライカーはいなくなったと思う、うん、柴崎引っ張ってファール、まあ、これはイエローでしょうね、後半23分イエロカバーが入るともうちょっと行くんですか。そうですね、まあ、背後消しながらやっぱりね、うん、コースを誘導したりできますから。ただね、そうすると多分相手蹴ってくるんですよこれ、ね、そうすると余計嫌ですね。ちょっと間延びしちゃって拾われるのが怖い、嫌ですね、はい、今もそうでしたね、はい、だキーパー下げたボールもある程度狙う覚悟でハイプレスには行かなきゃいけない、うん、行くなら、はい、南を行きました。みんな残せるか。中島に当たってスローイン、カバーほら中盤 のアンカーのポジション消しながらやっぱりこう寄せていくのすごく上手だし、はいはい、連続してやってくれるので最初でもしっかりこう上げ下げしながらオフサイドが例えば取れるとか、うん、そこまでいけばいいけどね、まあ、今もハメスからブリエル、はい、ここで仕掛けてきます、うん、やっぱ右にハメスがいるとどうして相手も寄ってくるんだ、はい、だ逆が開くんですよね、うん、犬に呼ばれましたね。海か。まあでも一人変わっただけでガラッと変わったね。変わりましたね。いや、ボール、いやいやいや、うん、まあ、ここはねエリミナの持ち味を発揮できるシーンですから、うん、ちょっとボールが自分に向かってきすぎたかな、はい、でも高いもこの選手ジャンプ力ありますもんね。そうですね、体が動くんだよな。でもバルセロナはちょっと難しかったですかね、やっぱり。そうですね、やっぱりなんで取ったんですか。いや、そこは謎です。僕もびっくりしたもん。ジェイソン・モリージョという謎です、うん、小林ですか。小林も用意してますね。2枚買いですか。中盤の真ん中だもんね、所属だと。まあ、コロンビアは逆にこの配置になって、うん、まあ、サイドバックがそんなに攻撃参加せずに、はい、そうなんですよ、良くなりましたしね。そうで、ボランチのそんなゲームメイクも必要ない今藤井になってます。ドアンか、はい、ドアンね。もう一人誰、山口ですか。山口だ、山口されちゃうですね。どっち、柴崎イエローもらってんでしょ。はい、犬やない、所属で右だから右なんですか。まあそれもあるでしょうし、まあ中島がまだ後半ちょっとドアン消えましたね、うん、まあね、ボールがつかなかった、まあ、彼が悪かったっていうよりも展開的に、そう、展開が変わっちゃったから、はい、中島ツルパス、あとは南野が一番前に入って、はい、どうかですよね。そうですね、そう、だったら鎌田とかがいるわけですか。はい、ただまあ動きがある中でなんかこう予測不能なみたいな、うん、即興性でこうパパンってできる可能性はあるけどね。そうですね、うん、可能性ですよ。さあ27分になりました。27分02、3、攻撃が改善されたらだいぶコロンビア守備もそのままうまくできるようになったね。そうですね、うん、まあ、ここで強いな、スムーズにね、ボール前進させるようになりましたね。
まあ、元々もうムリエルは完全にサイドに張ってっていうところで、ファルカーの降りるプレーが本当にサパタがいることによってちょっと変わりましたもんね。はい、そうですね。今も富安だいぶ体預けてるんだけど、はい、逆に使われて反転されてファールになっちゃってますから、うん、はい、まあ、そこはまあ大きさ全然ないんだけど、うまい、ね、こういう時はだから交代選手使って日本はもう一回あれじゃないですか、少し強めにプレッシングかけて、うん、行くと、はい、まあ、だここのね、今もその蹴らしたボールに対しての後ろの反応が、はいはい、僕鈍いと思う、うん、結局中盤がちょっと学びしてますもんね。今あれだけ香川が追った時に、うん、もう大体どこに蹴っていくか分かるじゃないですか。で基本的にはトップのところにボールが来るって想定しといて、はい、今やっぱボールがある程度飛んできてから冨安が動いてるから、はい、ちょっと遅いと思うんですよね。ここもですね、うん、行った方がいいですよ。今小林は行こうとしてますけどまた戻しました。出ましたか。出ましたけど競ってはないですよ、はい、うん、だからやっぱ競れるような格好に しとかなきゃいけない。逆に日本がディフェンスラインでボール保持、柴崎が真ん中降りる、乾、まあ、なかなか前進の糸口ないですか、うん、柴崎真ん中降りるに対して降りちゃったら、そうですね、意味ないと思うんですよ、ね、うん、相手はもう見えてますからね、はい、中島ね、背後で受けたいですかね、やっぱライン間とか中間ポジション取る人がいないと、はい、フリーマンが生きないと思うんで、今中小林、あ、香川がそういう位置で受けましたね。香川、お、大外、室谷、うん、うん、胸落として。香川、ああいう、なんだろう、逆サイドの展開っていうのは、両足でできるね。ああ、そうですね、はい。かなり質の高いボール蹴れますね。うん、障子から乾。室谷。でもムリエルは一応頑張ってますよ。はい。遅れてはいますけど。後半だいぶ、はい、頑張ってますね。はい、もう確実に言われたんでしょうね。言われる前にやりましょうっていう話ですけど。うん、なんで俺左なんだよって思いながら、まあ前前半プレーしたのかもしれない。はい。そこが周期。ファルカをクリア。30分経過、30分0、3秒、4秒。柴崎から室谷。鎌田が呼ばれたという情報が今入りましたね。まあ、今のボールの動かし方は良くないですね。うん、時間かけて柴崎、庄司。で、バックパス。からバックパス。はい、結構みんな降りてきてるからね、うん、足元足元になってるんで、うん、コロンビアとしては前々、まあ、今剥がしましたけども、柴崎、おお、触りましたね、無理やり、はい、小林祐希コーナー、まあ、できるだけ日本は下がらずにプレッシャーかけて、うん、で距離近いところでどんどんボールを動かして、はい、もうそのまま入っていく感じかな。うん、飛びます。いやー、みんながかぶりました。かぶりましたね、珍しく。ちょっとその分プライドになったとは思いますけど。そうだね、はい、うん、肩に当たっちゃったかな、うん、ここで取られました。ここで香川も来いって言いながら、ね、そうですね、今出てますからね。いや、反応しましたね、うんうん、左が反応できるか、中島、うん、いやー、これでワンツーですか、うん、庄司が対応、あ、取れた、
ハメス、ああ、おお、小林か。ハメスのファーですね。リスタート、乾。中島、大外で香川が待ってます。乾、うん、待った。うんうん、さあ。ああ。ちょっと中島のボールが何だろう。ディエンダー寄りになりましたかね。うん、もうちょっとあれですか、はい、足元でもよかったですか、うん、ルイス・フェルナンド・ディアス。ムリル、はい、どこだい。この選手は国内でね、今一番期待されてるっていうね、話も出てましたけど。あ、そこそこ左だよね、はい、ジュニオール。一番期待されてるんですか。はい、コロンビアリーグ首位のジュニオールのアタッカー10番ですね。で、鎌田が南野ですか。南野ですかね。はい。まあ、もうシントトロイデンではね、どちらかというとトップ下、まあ、2トップなんですけども、トップだけどって感じですね。トップ下気味で、はい、なので、はい、まあ、前に張ってっていう感じではないんで、じゃないね、はい、まあ、ボリというね、後半戦で覚醒してるフォワードがいますんで、うんうんうん、あとはまあポジションは合ってないようなもんだって言うでしょ、はい、リージョ監督が。でもあった方が分かりやすいじゃないですか。ベーススタートのポジションというか戻るべきポジションあった方がいいですね、うん、ケイロス監督は昨日の会見で、はい、あのオーガナイズと規律、うん、あのオーガナイズとディスプリンがあればあるほどチームとしてリスクを取って選手のクリエイティビティが発揮できるとは言ってました。言ってる意味はすごく分かります。お互いに整理されますもんね、うん、こういうボール香川うまいですよね、はい、外へ出すボールは今右から左の配球でした、はい、中島カットイン、うん、越したかったですね。まあ自分たちの場所は何だろう探さずにも分かれば、うん、今度見るのは相手とスペースだけになると思うんで、はい、そういうことで言ってるんじゃないかなと思いますけどね、うん、ひっちゃかめっちゃかねプレイしちゃうとその都度次どこにっていうところを探しながらプレイしなきゃいけないと思うんで、はい、まあ、決まりすぎるのもダメなんでしょうけど、うん、だからこう乾も動きながらボール受けて今の外向きの体の、ね、はい、向きでボール受けるときにできることは少ないと思うんですよね、はい、うん、バックパスぐらいしかないですよね、はい、あそこだと、はい、ハメスが対応中島に守備してますからね。取りましたね。おお、また取りました、まあ、ハメス・ロドリゲスに関しては守備ができる選手だから、はい、相手がリバプールになったら、はい、もうどこまでもしっかり戻って守備しますから、ね、はい、本当にやらなきゃいけない時はできるっていうところが、うん、本当にできない選手との違いですよね、はい、ファルカオ・カーンの変わりますかね、はい、誰でしょう。モレロス生きのいいモレロス、まあ、ジミチャラという選手なんですが、ね、ウリベですか。中盤厚くするんだ、はい、ケイロス監督らしいんでしょうか。どうでしょう、これどっちに転がりますかね。ですね、そのままツートップの方がいいのかもしれないし、ウリベはボランチの選手ですね、はい、9がいなくなるね、はい、9に勝って15が入ります。その分ハメスが一番前行った、はい、ウリベが右ですね。なるほどね、うん、もう残った、香川残った、あ、ファールはない。36分47秒、こうか。ハメストップ下ですか。そうですね、まあ、あとは中盤こうやって3枚気味にするっていうところもあるかもしれないですね、うんうん、右のサイドハーフがウリベみたいな感じでしょ、はい、とりあえず基本的にはそうだと思います、ね、だそんなに右にいないですよね、はい、いないんでこうやって振られると、はい、ついていかなきゃいけないんでスライドが距離が長くなります。
中島、はい、おー惜しい。まあこの中島が怖いっていうところはあるんでしょうね、ケイロス監督ね、うん、まあでもウリベがあんなにインナーのポジション取ってると逆に日本は振るとこういうチャンスはできますね。対応が遅れてる分どうしても、はい、なんだろう、後手踏むんですよね守備側は、はい、だからそこをちゃんと意識して左に持ってって右にっていう、はい、自分の思い描いたところに相手を誘導した感じじゃないですか、うんうん、さあ間もなく38分になりますね。だからなかなかボックス内に入れないね。そうですね、外なんだよな。クロスボール使えないしね。そうですね、真ん中にそうですね、はい、鈴木武蔵がベンチに下がったので高さはないです、はい、ハメスからのフリーキック、もう大丈夫ですかね、佐々木頭当たりました。これぐらいのアングルだと逆に見やすい。これで普段全部見せてほしいね。取れるはずなんですよ、うん、でこの方が絶対分かるから、はい、そうですね、うん、今は最高でしたね。最高でしたね、今の日本のビルドアップの。なんで残り6分でいけないんですか。39分になって初めてでした。引きの絵で全部入りました、はい、もうちょっとな、そういうところ変えたいですよね、はい、日本だけじゃないですけどね、うん、もちろん。まあ即席に近いだろうからな、これ一緒にプレーする機会ないわけですからね。そうですね、香川が下がってきて、うん、左中島、うん、ここに対してはウリベが対応しようとしてもうちょっとサイドバックの背後のところ、背後ですね、今スペースありましたね、走りたいですよね、はい、うん、取れますよね、あのスペースは。富安が対応、そこは誰でもいいからもうちょっと狙いたいですよね、はい、そうしないと相手来ないですよね、うん、まあ、これ、はい、今もそう今鎌田が逆、あ、今取りに来ましたね、ちょっと遅いですよ、はい、その前のタイミングですね、はい、40分25秒あたりですかね、ちょっと中になってますね、はい、さあ香川が行ったんで犬にも行きました。ルイス・ディアスからバリオス、ちょっと日本攻めの時に動いちゃうんで切り替わった時にポジションすぐは取れてないな。ハメス、うん、ああ見えてるね。いやいいボール入りましたね。うん、冨安もいい体の入れ方でしたね、うん、やっぱ馬力相当あると思うのでね、うん、スピードはないと思うんですけど、はい、よく対応したと思います。ハメスに代わってモレロス、グラスゴレンジャース、はい、スコットランドでプレーする彼も22歳ですね。そうですね、はい、だからスコットランドがここからもう一個上に行くかどうかですね。そうですね、まあ、こんだけ点取ってるから、まあ、当然ねマーケットには出るんでしょうね、はい、これはもうクローズしに来た感じですか。ですかね。運動量で、はい、まず守備から。そこもあるでしょうしね。うん、まあ、ちょっとハメスを大事取らせるっていうのもあるでしょう。
うん、いやす、この人ガンガン仕掛けますからね、うん、もう下げた方がしっかり出たいのよ、ね、はい、ここもサイドハウス少し狙って鎌田が行きます、うん、鎌田がもう一度二度追いします、中島も行きました、ここで、うん、小林幸、あ、止めた、ウリベがうまくかわしましたね、背後からパラシオス、真ん中3枚いますね、ウリベ、もう外いや残るとやですね、今小林のところで取り切れなかったんですね、うん、詰まるところ最後は局面ですもんね、はい、4に変わって19、はい、佐々木に書いてあるんですか、デビューですね、代表デビューか、犯罪後期、湘南戦でしたっけ、クロスからコントロールして、あ、はい、左で切り返してすぐ右、はい、相手の、ね、スライディングが見えていたと、とっても上手な、はい、ゴールでしたよね、冷静でしたね、あれはね、東京ヴェルディのね、うん、アカデミー関係者は喜んでるでしょう、そうです ね小林幸に流しましょうよ、安西と、はい、さあ日本点取りに行きたいですね、残り時間わずかですけど、そうですね、香川がだいぶこうやって下がってきてるんで、まあみんなどうしてもね足元になるんで、あと鎌田があのストライカーポジションでずっと待ってる感じがどうかですね、うん、はい、マイナス、うん、いいね、残るか、柴崎、難しいね今のボールは、うん、まあ、させればあの中盤のライン超えたいんですけど、おっと引っ張りました、オフサイドですか、うん、あ、いい形でプレーアウェイしましたけどね、はい、角度あったんでバックステップ踏みながらボール見てましたけど、ちょっと早すぎたのかな、あ、うん、そうですね、ほんの少し、はい、まあ、ただねベルギーって12得点上げてますし、うん、今の動き見てもやっぱりねストライカーの動きプレーもできるようになってきましたね、背後をちゃんと意識できてるよね、うん、まず一番怖いところゴールに直線的っていうところですよね、はいはい、柴崎はどうしましたかね、交代なんですかね、だから綺麗な一応4-4-2じゃないですか、はい、コロンビア、はい、だからもっと明確に幅取っちゃうか、うん、でうちに立たせて、うん、でもいいんじゃないかなっていう、ツートップの脇からちょうど日本がやられたカタールみたいな感じ、うん、でもいいかもしれないし、はい、まあ、後ろ、ね、3で作るのは全然問題ないと思うんで、はい、3の前にしっかり1置いといてとか、うん、で相手の2センターの脇にもう2人置くとか、はい、キーパーからでした、うわーと今ルマンサパタが収めて背後にディアスとモレロスの2人いましたからね、嫌でしたね、ここですね、残されて、香川46分34秒、うん、ここまでイヌイヌへのサイドチェンジ、うん、モレも上がりました、開いた、うん、小林左のアウトでしたね、展開良かったんじゃないですか、はい、揺さぶって相手がちょっと、ね、うん、間に合わない間にバランプして、ね、スライドが間に合わなかったですから、スライドのもう一個もう一つのスライドも間に合ってないと思うんで、はい、またここのシュートを多分入り方だと思うんだけど左のアウトじゃなくて、はい、まあやっぱね、インサイドとかでしっかり叩ければ、はい、どうしてもねレフティーで右じゃないっていう、もう少し待っといて、うん、でボールに向かっていって、はい、インサイドで合わせられたりとか、
鎌がだいぶ作ってますこの時間。鎌田も抜けようとしましたね。中島が来ました。もう一度イン抜けてほしいですね。まあ、あと今外側に回りましたけど、はい、内側からひゅってこう抜け出してもよかったなっていう、はい、犯罪があってもいいですね。いずれにせよボールの移動中にもう少し、はい、フォーバックの切れ目を取りたい、はい、抑えない乾、うん、あ頑張ります。あの辺カバリング早かったですね。バリですね。前田、小林、中島、乾、香川が感じてなかったかな。うん、そうですね。狙ってる場所はいいと思いますよ、はい、僕は。収まればファールもできないし。小林、みんなのクリア。柴崎から中島、入れますか、ボール。うん、またサイド。おお、香川。オフサイド。サイドは。オフサイドですね。鎌田のオフサイド。あの中は結構締めてるけど、はい、外が空いてるので、うんうん、うまくサイドチェンジ使ったところからクロスまで行けてますよね、うんうん、さあ49分過ぎました。コロンビアはコロンビアの国内は早朝5時20分キックオフですんで、見てるのかな、まあ、起きて見てる人はいるでしょう。強いね、やっぱ。あ、強いね。いいですね。ファールもらいに行きました。まあ、日本中盤が競ってるので、はい、あそこはどうしても負けちゃうな。やっぱりサパタが入ってだいぶ変わりました し、ね、ゴールキーパーからのボールが収まるようになりましたね、うん。コロンビアのセットプレー、ウリベがセットしてますね。お外。もう時間ないかな。うん。キックするとなるかもしれません。これまた試合終わったらちょっと2分ぐらいだけ休んでやりましょうか。はい。うん、ですぐやりますんで皆さん少しお待ちください。はい、さあ香川、最後あるか。いやー。本当に大きかったな、うん、マチャドのクリアでした。もう一個あるか、乾、うん、バリオスいいカバリングでしたね。いいとこいますね、はい、やっぱり危ないところね、うん、最後までスプリントでしっかり対応してるね、はい、試合終了です、はい、0対1日本対コロンビアはコロンビアの勝利です、はい、では 2,3 分、休憩させていただいてからすぐまた振り返りのレビューをやります。はい、
では振り返りしましょうか、はい。まあ、後半はやっぱりまずはコロンビアの選手交代ですか、うん、交代なく入って、最初は交代なかったですね、はい、はい。で後半12分にセバスチャン・ビジャに代わって、ドゥバン・サバタがコロンビアは、はい、21に変わったですね、はい、11が入ったと、はい。まあ、基本的にはここですかね、はい、ゲームが変わったのは。そうですね、あ、左はムリエル、はい、ね、戻そうかな、こいしょ、よいしょ、うん。まあ、深さがない中でこうどん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 ハメスもね、ファルカーも戻ってきてる感じになっちゃったと思うんで、はい。まあ、そういう意味では何だろう、降りる動きもね、サパタがいるので効果的になったなっていうところはあるのかもしれませんし、うん、はい、後ろの選手からしても、まあ、それなりに日本はそんなにこう常にハイプレスハイプレスじゃなかったんで、はい、ある程度ボールは持てたんでしょうけど、結果的にボール持っていく場所があんまり見つからない前半だったような気がしたんで、はい。まあ、あとはでもハメスがあれですね、右に来て、うん、やっぱ右からこう入っていく形が、はい、カットインで、まあ、ここをさせれるんで日本としては締める、その分ここが空いてきてっていう1個ありましたね、うん。ここがあれか、山口だったかな、後半は。そうです、まあね、まだ日本が交代してない時ですね、うん。だから右がこのセバスチャン・ビジャか、そういう意味ではこうパラシオスのね、ボールを持つプレーに対しての彼のポジショニングはあんま良くなかったと思うので、はい、いつも佐々木にこう後ろから睨まれてる感じがずっと続いてましたから、うん、はい。まあ、相手の話から言ってもあれなんだけど、まあ、でも少しこういうねサイドバックの内側取っちゃうとか、はい、で少しこうハミスが降りてあったんですけどね、はい、多分言ったと思います、試合に、はい、出てこられな い, っていう、うん、なんかこんな形を少し作ろうと思ったのかなという感じはしましたけども、はい、まあ、結果的にここに入って結構変わったなっていう、うんうん、いなくなってね、こうなったのか。ちょっと日本は何だろう、行きづらくなりましたかね、うん、特に後ろが、はい、うん、気になっちゃうから、うん、ここのラインがやっぱ上げづらくなったっていうところですか。前半はだって まあ、いなくなっ、自分たちがすごく3ラインコンパクトだったと思いますけど、うん、はい、相手が結局背後を狙う動きがなくて降りてきますからね、うん、で左は交通渋滞、うん、で右はあんまり縦の関係がない、はい、で守りやすかったはずだから、はい、そこがだいぶ変わっちゃったなという、うん、まあ、だからといってすごく振り回されたわけじゃないですけど、うん、でも右にやっぱり10番が来るとちょっと全体がこう日本もどうしてもね、うん、なかなか取れないので、はい、ボールが、はい、取れないけど寄せなきゃいけませんし、うん、でまたそうするとちょっとムリエルのところ開くとか、はい、そんなところも出てきたんじゃないですかね、うんうん。確かにここで寄せられる分、例えば早く左に展開した時にムリエルが前向きで持てる、はいはい、で仕掛けてっていうね、はい、あとはムリエルに対して小沢君も言ってたけど少し、はい、抜ける動きもあったん で,、はい、であんまり近づかなくなったし、うん、なんか全体のバランスが、はい、整ったようには見えました、はい、だ少し日本は何だろう、すごく劣勢だったとは思わないですけど、はい、それまでよりはうまく守れなくなったかな、うん、プレーできなかったというには感じましたよね、うんうん。まあ、ドゥバン・サパタが入ってちょっと状況が変わって、うん、コロンビアが押し込んだり、うん、まあ、シュートしたシーン、まあ、はい、あのシーン、あの辺りの時間帯に日本としたらどう対応すべきだったんですか。そうだね、でも結局2トップですもんね、うん、そんなに特徴的なサッカーではないはずなんですけど、はい、どうかな、こうあれか、まあ、鈴木がまたいましたから、うん、鈴木と南だったね、はい、まあ、いいや、このままやったとして、はい、まあ、基本でも立ってましたからね、うん、である程度少し3枚気味にして入った時に
で、まあ、ここにまあハルカを顔出してたりしてたんで、前に人数をかけるか、はい、後ろで待ち構えるか、うん、どっちかだと思うんで、うん、これはなかったですよ、はい、なかったですね、こうですよね、うん、ある程度待ち構える、はい、だそうなった時にちょっとどうしてもいる分、うん、まあ動きますけど、キープされる場面がちょっとファルカオのところでキープされる場面がちょいちょい出てきちゃったんで、はい、もう少しまあ入るのはしょうがないと思うんですよ、うん、この形だったら、はい、でもやっぱり出させる場所は外の方が良かったのかなとか、うん、入るものに対してもう少し早く挟めたら良かったのかなとか、うん、そんな感じはしましたし、やっぱりなんかうまい、だから1対1だと取れないので、うん、なるべくこう全体としてボールを誘導する場所を決めたら、はい、まあ、数的優位で守るとか、うん、なんかそれまでの感覚だと一つ一つしっかりある程度の強度で寄せていけば、はい、まあ、局面作ってボールがこう取れるようなところまでいったと思うんですけどね、うん、ちょっとそこが相手が人と配置変えた時にしづらくなったという感じはしました、うん、はい、うん、小沢君はどう見ましたか。まあやっぱり、まあ、交代で、ね、前線変えて特に香川が入った、うん、で香川は行きたいってなった時に、ね、まあ、相手がここでバックパスで蹴ってサパタに収められるっていう形はあったにせよ、うん、もうちょっとそこの後方のね、戸田さんもおっしゃってましたけど、映ってないですけどね、うん、映ってないけど多分そんなに動いてないです、はい、やっぱボールが出て遅れていくから、もう少しね、はい、あってもよかったですけど、うんうん、まあ、後半なんでね、難しいとは思いますけどね。あとはやっぱコロンビアの方が修正は、まあ、前半がうまくいかなかった分、まあ、ムリエルがきちんとこうプレスバックするとか、はい、まあ、確かにそこはね、細かいところもここまで、はい、やってきたし、戻り始めましたね、まあ、こういう選手たちがこうやって張り出せないんだったら、まあ、そこがやらなくていいような前線のオーガナイズにしてきたっていうところも含めて、はい、まあ、監督の動き、ゲイロス監督の動きの方が早かったですし、効果的だったかなとは思いますね。その前半この全く守備をしないっていうのは、うん、監督からすると想定外なんじゃないですか、あの後半の動きを見てると想定外か、はい、想定外ですよね、しなさすぎましたもん、ね、そうですね、守備を、はい、お、なんかでも分かるけどなしないんじゃないかなと、まあ彼を使うんであればね、そうなってしまうっていうところね、はい、逆にその分すごく前半も戻ったりとか、うん、後半も戻ったりとか、うん、まあ、代表でプレーする責任感とかもあったんでしょうけど、うん、はい、よくやってましたよね、うんうん、まあ、アジアカップでも日本の課題はやっぱりこう、ね、まあ、前半なんかは背後を気にしなくていいんで、前向きに前向きに守備ができるときは非常に日本はいいと、逆に後半、まあ、こういう位置に立たれたりして、じゃあどうしよう、捨てていいのかなっていうときが、ね、日本としてはそこの解決策がなかなか、まあ、局面で選手が判断して多分そこは委ねられている部分があると思うんで、ちょっと難しそうだなとは見て思ってました、まあ、1枚入っただけなんですけどね、うん、で足元入っても取られない選手が外に来ちゃったってとこもあるのかな、はい、なかなかそういう意味ではビジャーあんまりね、効果的なプレーできなかったですよね、うん、はい、前半のあのクロスに合わせた場面ぐらいだけワンタッチ、はい、あれ良かったですよね、はい、うん、まあそれぐらい力があるチームだって言い方が正しいんだと思いますけどね、うん、やっぱり2センターバック強かったし、そうですね、ポジション外れてもしっかりね、うん、スピードでもやっぱりそれなりのものがあって、はい、ボール取っちゃってましたからね、はい、まあ、クロスに対してのゴール前のね、立ち方であったり、うん、高さだけじゃない部分でのね、はい、やっぱり彼らの存在感、安定感ありましたしね、あと前がこう変わって、はい、なんか楽になった気がしましたそうです、ね、あんまりこう自分たちから何かしなくてよくなったんで、はい、レルマも少し整理されたようには見えましたし、うんうん、後半はほぼミスなかったですね、うん、ですね、はい、でそういう意味では効いてましたね、はい、カバーリングと、はい、ボックス内にしっかり戻って、うん、ボール取るってとこもできてたし、はい、あとは日本ですよね、チャンスがなかったわけじゃないっていうのは事実だと思いますけど、はい、うん、で香川が入った時に少し中盤にまで顔を出し て、ね、中盤でボールを持つってところから、うん、まあ、入ってきたかったんだろうなってとこがありつつ、うん、だから右は出てくんですけど、はい、あんまり左は出てかないと、うん、であとはここを変えたのも結構遅かったですよね、そうですね、まあ、変えなくてもそのまま
まあ、出てもよかったんだろうし、うん、まあ、基本的に初だからいいのかな、ここは。こっちはね、ある程度彼一人、中島が一人で剥がせる、うん、最低でもファウルもらえてましたから。若干後半ちょっと対応されてましたよ、うん、ここの1対1、うん、ガチャって。だからそういう意味では、ね、ボールがこう行く先に数的をもうちょっと作れたら、はい、まあ、安西が入ってからは走りは出ましたけど、確かにそうですね、うん、走りは出たんで、もう少しそういうところ、日本の方がやっぱりこのメンバー変えた時の人選でいうと距離が近くなって、うん、はい、まあ、ボールをやっぱりこう保持しながら入っていくってことを目指したんでしょうから、うん、まあ、小林から惜しいボールもありましたけど、はい、ここもね、鎌田のとこは中島のミドルもあったし、うん、バーに当たったやつもあったし、ありましたね、うん、ただまあ点取れずに負けてますので、はい、で南野が一番前に行ってからどうだったかなと、うん、ちょっとプレーしづらかったかな、消えましたね、消えた、はい、うん、やっぱ前線で引っ張ってっていう選手ではないんで、どちらかというとライン間で受けてそこからフィニッシュに絡むっていうところが持ち味ですからね、はい、あとはポイントもちょっとこうボール持ち始めた時に、うん、降りてくる人がかなり増えたなと、うん、まあ、香川も含めてそうですね、そう、降り始める選手がちょっと増えたんで、はい、まあ綺麗に 4-4-2 でこう最終的にはここも変わったな、うん、なんだかな、綺麗に方法2で立った時に、うん、日本はどうするべきだったかなっていう話ですね、うんうんうん、ああ、でここが25に勝った、うん、どうかなっていう、うん、まあ、プラスやっぱりね、ここでやっぱり鎌田も南野も本職ではないと、ワントップでここでいい選手、うんうんうん、じゃあある程度ここまでボール前進したときにこういう勝負を本来するような選手たちじゃないんで、まあ戸田さんおっしゃってますが、やっぱこうここを取りに行くためのチームとして ね戦略というか、まあボールこの辺まで運んだときに、うん、まあ、最後コーナーキックで何本かここは取ってましたけど、うん、はいはい、アディショナルのときに、はい、まあ、ここに持っていってマイナスっていうようなところはもうちょっと作り込んでもいいのかなと思って見てましたけどね。もう少し例えばオートマチックに、うん、ある程度こうハーフライン超えるまでの、はい、自分たちの配置としては、はい、例えば、うん、こうでもこういう形でもよかったかなとかは僕は思いますけどね、うん、もしこうなったら困るじゃないですか、うん、相手、はい、うん、ここもどうしよう、はい、まあ、フリーで運べたら、うん、絶対絞りますしね、はい、じゃあ相手外開くし行ったら剥がされます、ね、もうあるかもしれないんで、うんうん、あとある程度こう敵陣入った時に香川からのサイドチェンジが、うん、まあ、何本か見られて、はい、左からそれ自体はすごく良かったと思いますけど、はい、そのサイドチェンジした後でしょうね、うんうん、で基本的に2センターバックはもう自陣のディフェンシブサード入ったらあんま出てこない、うん、出てこなかったと思うので、はい、まあ、ボールの移動中にもう少し移動中にもう少しさっき言った、はい、まあ、ここをこうね、早めにこう取りに行く人、はい、動くんだけどタイミングがっていうところが何もかあって、はい、うん、そういう意味ではボールの移動中にもう少し相手もそういう意味じゃね、ボールサイドからスライドしなきゃいけないと思うので、はい、移動してる最中に正しいポジションを取ったり、そこから出てくる人を捕まえるっていうのは基本的には簡単じゃないと思う、はい、で、そこをもうちょっと日本が狙えると、うん、やっぱちょっとここを狙いすぎた感じは若干あったかなと、うん、結構あいつましたもんね、そうですね、うん、でそんなにバッチリのタイミングでアプローチしてたわけでもないと、ちょっと遅れ気味でしたからね、そういう場面があったから、うん、だからそこはもうちょっとなんだろうな、相手が嫌なことをするっていうことを考えると、うん、まあ、その場面がなくてもある程度こうチャンスは作ったんでしょうけど、はい、まあ、点取れてませんしね、そういうのは、うん、で惜しいシュートあったけどボックスの外からだし、はい、もう少しボックスの中に この選手たちで入っていく、うんうんうん、でオーバーラップして外側はあったけど、はい、やっぱ中はなかったんで、うん、なかなかね、まあ、一方乾が香川に出して香川の方が反応できなくてっていう場面もあったんですけど、はいはい、まあ、代表チームなんでなかなかそのなんだろうな、やっぱここが一番難しいと思うんで、ラスト3分の1、はい、
そこのイメージをこうしっかり合わせて集団で違い出すっていうのは簡単じゃないと思うんですけど、はい、言ったって相手も別にそこまではできてるわけではなかったりするんで、はい、ただ原理原則のところでその深さをしっかり取る人を置いて、はい、で牽制して手前とか、うん、で牽制して背後流れるとかっていうのをコロンビアは簡単に言うとやっただけだと思うんですけど、はい、言ってもだって代表チームなんて活動期間短いから、うん、そんなにトレーニングしたわけじゃないと思うので、はい、そういう意味で明らかに前半はサボってるって言ったらちょっと失礼だけど、うん、まあサボってたんでしょうねあれは、うん、で機能不全のサイドの攻撃もあったから、はい、よくなかったと思いますよ。そうですね、コロンビアは確実に良くなかった、はい、だからよく日本の方がよく見えたんですけど、うん、後半がなかなかね、うんだ香川が入って、まあ、その所属クラブのプレーを見ても、うん、基本的にちょっとこう角度つけて降りてきて、はい、で展開してそこからもう一回っていうのが、うん、確かに今の香川の一つプレースタイルだったりしますしね、うんはい、だそこに対して誰がっていうところが、うんまあ、犬も右から左まで動いてとかいろいろやりましたけど、はいうん、ちょっと最終的にここにつながるところまでいかなかったかなと。うんFacebook のは見てくれてるのかな。はい、コメント結構来てますよ。来てます、はい、はい。質問があれば。あればまあ、皆さん、次は鎌田をスタメンで見たいですとか、安西をもっと早く見たかったですとか。うん、まあ、一番前やっぱ大事ですもんね。うん、だってコロンビアってそこで変わったわけだから。そうですね。はい、コロンビアの選手交代システム変更に対して日本は対応できてましたかっていう質問も来てますし、全く対応できてないとは思わないですけど、はい、力技でいかれたところもあるし、うん、でもそれまでと明らかに変わったっていうのは間違いないんじゃないですか、ねうん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 、すごく振り回されてしまったとかはないですし、はい、ただ嫌だなっていうところでボールが取れないとか嫌、はい、だなっていうところに人がいたりとか、うん、それまでいなかったですから、うんうん、その後後ろの選手たちがちょっと安心してプレーできるようになったように見えたんで、うん、でもだからってすごくチームでずっとこうポジションされてるとかはないと思いますけど、うん、だから僕はカウンターからのが怖いっつったから。ああそうですね、はい、実際そうでしたね、はい、そんなにテクニカルではない、うんうん、やっぱりこう僕気になったのは後半なんかで日本がボールを持ちました後方3枚で持ちますっていう時に、はい、まあファーストラインが向こうがあって確実に3対2ですっていう時に、うん、まあ小林はそうではなかったですけど、はい、やっぱりねこうやってこう顔出してこうやって降りてきちゃうような、うんうん、やっぱりここでいるからねこう絞るし、はい、相手も気になるしってところでやっぱそういう立ち位置ライン間の立ち位置なんかは、うん、もうちょっとねチームとして整理、まあ、本来ね選手それぞれこのレベルなんで当然分かってるとは思うんですけど、うん、どうしてもああいう展開でみんながボールピックアップするために、はい、相手の前に出てきちゃうとね、はい、そんなに効果的に運べないと思うんで、まあ、その辺はちょっと気になりましたね。まあ、もしなんかその降りたものに対してバカ正直に食いついてきてくれたら開くのかもしれないですけどね、うんはい、だそういうのを試した可能性もあるんですけど、うん、そうは見えなかったです、ねうん、ちょっと触りに行く動きが多かったかな、はいはい、離れた方がいい場合もありますもんね、うん、そうですね、うん、要は、ね、相手をストレッチさせて、はいうん、そこにいるだけでも違うっていう、うん、もちろんまあ前のトップの選手が降りてきた時に、うんもちろん困るとかあるかもしれないですけど、はい、逆に言うとじゃあこれを生かすんだったら、うん、こっちももうちょっとちゃんとポジション取らないと そこまで多分ボール運べないと思うんですよ、ねうんうん、そこは逆にコロンビアがねドゥバン・サパタが入っているだけでだいぶ効果があったっていうところが対照的に出たかもしれないですね。そこはなちょっとなまあ、2枚なんで3作るのはいいと思うんですけど、はい、常に1枚多い、うんね、状況で、はい、ボール運びましょうっていうのはあっていいと思いますよね、うん、だ言うほど、ね、トップのところにボールは入らなかったし、うん、もちろんここの線引いたところも使えなかったし、はいまあ、ある程度きちっと相手を守ったと思いますけど、うんうん、だ柴崎はやっぱ降りる局面が多かったと思うので、うんはい、これが一つ合図だとは思う、うん、だからこうこうとか入ったかもしれないし、はい、こうですねもう少し作れたかなと、はいうん、
で、やっぱボール持ってる人に対しての周りの選手のポジション取りがすごく重要だと思うんで、うん、全部が全部なんかこれいけるわけじゃないと思いますけど、うん、はい、でも幅取る選手も必要だし、うん、幅取る人をフリーにさせるうちの人も必要だし、打ち取る人をフリーにさせる中も必要だし、はい、でもちろん持ってる人の体の向きとか、うん、見る場所も重要だと思うし、はい、立ってれば締めるんだろうし、うん、まあ、そういう一つ一つをやっぱりこううまく連動しないと、うん、まあ、しかパスをつないでこう前に入っていくっていうのは簡単じゃないと思うので、うん、はい、ある程度はできたと思いますけどね、うん、で個人っていう意味ではやっぱりボールが持てる選手が、ね、いると簡単に取られないっていうのは、はい、まあ、かなりの場面でポジティブだったと思いますし、うん、多少こう安対応されましたけど、はい、あとは右の堂安なんかどうでしたか。まあ、ちょっと後半消えたかなっていう印象は正直ね、まあ、どうしてもコロンビアにより押し込まれたんで、まあ、そうなるとね、アジアカップの時もそうでしたけど、なかなかやっぱりなるべくこの辺りでボールを持たせたい選手ですから、うん、なんかポジション取りとか問題ありましたかね。そこまでなかった。でも左ムリエルでしょ、うん、まあ、多少下がってついてきたんだけど、はい、まあ、あとは大型もちょっと感じるのは、うん、基本入るんで、うち、ん、に、はい、うん、ここにね、そう、で入ってる時に、はい、そこが消えてる時はあります。うん、でもそれは彼がそこにいることが重要なんだったら、うん、いいんじゃないかなっていう、うん、そこを重要にするようにチームとしてオーガナイズを持っていくってことですよね、多分。で室屋の方を使 う, う、うん、使うと。で確かにそこはある程度できてたと思うんですけど、うん、ただムリエルが頑張って下がるようになったという、はい、だこの動きがあった時にじゃあここに来るかみたいな、はい、これ多分来れなかったですよね。うん、ないですね、確かに。もう少し、うん、ここにいるっていう、うん、最初から言い過ぎてもひょっとすると、はい、相手も困らない可能性もありますしね、うん、ボール循環の中で最初張ってっていう形ですね。そう、多分もう少し張っててもいいのかもしれませんしね、うん、そしたらひょっとするともうちょっと開いてくれるかもしれないし、はい、そう、中島の方がそこはうまいのかな、ひょっとするとかもしれないですね、うん、確かにね、彼は結構ラインからもうプレーができるんで、うん、あとはね、真ん中にいながら張るっていうのも逆にやりますし、うんうんうん、まあ、あとは後ろの選手がどれだけファーストラインをグッと超える部分は作れるかどうかなと思いますけど、はい、ここはあんまなかったのかな、うん、もう少しだからここの2に対して 4に作るとか、はい、そこまで多分明確にこういう布陣になってなかったと思うんですよね、うんうん、そうするともうちょっとスムーズにいったのかもしれない、うんうん、っていう気はしてます僕、はい、うん、まあ、皆さんどうしてもね、はい、選手個人の評価をお願いしますみたいな、やっぱり話が多いですね。全然鈴木武蔵選手の感想はどうですか。まあ、キーパーからもらったボールほら、はい、しっかり準備して起点になるとか、はい、クロスに対してアーリークロスに対して走るとか、うん、中島の斜めのボールにヘディングするとか、はい、惜しかったですね、うん、だからできることは何でしょう、ある程度は表現したんじゃないですか、うん、ただいい形で中島から南のフリック、はい、港1対1、うん、ボックスの中で、はい、まあ、半身ですけど、うん、っていうところでじゃあ違いが出せるかとか言いましたけど、はい、J リーグだったらそれで PK 取って点取れた、うん、でここでは取れなかった、はい、でここあれでもし取れたら、はい、相当インパクトでかいですよ、うんうん、だから意外にその意外にって言った姿勢だけど、はい、彼のところにボールが来るような一応循環っていうか、はい、連携があったように見えたんで、はい、前半ね、たくさんじゃないけど、はい、うん、まあ、そういう意味ではそこを最終ラインからつけた東口選手のフィードが前回大会よりそうそうそうトップ狙いに感じられたのは意識して改善したポイントでしょうか、はい、そう思いますよ。だから、うん、だから相手がやっぱりボールを奪いに来るフェーズって絶対あると思うんで、はい、それは例えば僕だったらこの前中継したそのバイエルンと、はい、リバプールとバイエルンはずっと繋いだんで後ろから、はいはい、で結局ノイアー下げて蹴るっていう僕は結構不思議だったんですよ、うん、そういう意味ではああやってあらかじめこうもし来た時に武蔵っていうのがあれば、はい、もちろんそこで負ける可能性もありますけど、うん、でもタイミングがあった状態でボールが前に行った時に、うん、あんな形でセンターバックの近くにこう体を当てられれば、はい、こぼれは取れる可能確率は高くなるし、うん、もし取れちゃったら、はい、少なくとも2列は置き去りにできる。うん、確かにそうですね。それをなんか感じました、うん、あのキックと前の準備、はい、うん、で逆に守備側は、うん、
例えば香川が2つ追って、うん、キーパーに蹴らしたボールに対して準備がちょっと守備ができてないっていうのはありましたけど、はい、そんなに多分点を取るストライカーじゃないですよね、はい、僕も記録調べて試合前言ったけど、はい、聞きましたけど3ヶ月弱昨シーズンちょっと相手とか3点取った後にちょっと10節ぐらいとか、だからそうじゃないところの働きも含めて、まあ評価されて札幌にも行ったんでしょうし、ある程度は何でしょう、ポジティブだったんじゃないですか。もちろん決めてほしかったですけど、ヘディングもね。そうですね。あと庄司の個人守備はフランスに適応途中だからよく映らなかったのでしょうかっていう質問もありますね。あ、1回ドリブルありましたね、後半ちょっと仕掛けられて、はい、ムリエルに仕掛けられてるんですか、うん、そう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 、うん、でバランス崩して縦も出かけてグッてこう、はい、ムリエルでしたっけあれ、はい、で山口がねカバーリング来たんですよ、はい、こう来たんですね、でムリエルがグッて出て、はい、なっていったでしょ、はい、でこれに対して一緒に下がりました、はい、うん、同じ距離下がりました、はい、同じ距離下がったらやっぱり、うん、その分相手で行かれると基本リアクションで後ろ方向に走るわけじゃないですか、はい、うん、やっぱそこから能動的じゃないんで受動的ですから仕掛けられてグッて下がって出るのは難しいです、うん、やっぱりだ1対1っていう感覚で守ると、はい、ああなっちゃうかもしれない、あで1対1だっていう考え方でも逆に言うと、まあ、もちろんドリブルうまいですけど、はい、うん、しかも自分のちょっと多分と、ね、左側に来たんで、うん、右足の方に仕掛けて縦行ったら、はい、もう少し多分対応しやすいんですけど自分の左足の方に来るってことは、はい、ひょっとするとこう左回線をしなきゃいけないっていう下がり方で、はい、右に出られてるから、うん、ただその時にここが分かんない、口が使えて何、はい、か言ってたのかどうか、うん、山口が、はい、で間接視野で入ってた時に、うん、もちろんこのままほらこうやってグワーってこれが一番直結してしまうんで、はい、だそれはうまかったと思います、うん、ただもう少し、うん、なんだろうな、それは駆け引きだと思います、うんうん、プジョルみたいにもう勝負かけてタックルするとかもあるかもしれない、はいはい、ただまあ瞬間的に 2-1 にできた可能性があったんで、うん、ちょっとこう正直にドリブルに対して下がりすぎて置いてかれちゃったなっていうところはありました、うんうん、ただまあそれ以外のところでは、うん、ある程度局面作ったところにこう捕まえに行って前向かせないとか、はい、まあ、そういう守備はできてたとは思うし、うん、はい、トゥールーズより日本代表の方が、はい、そういう意味ではすごく、うん、コンパクトに、コンパクトだし変わりもあるしとか、トゥールーズなかなかっすよ、うん、だそういう意味ではいい経験してるかもしれない、うん、鹿島とも違うと思うし、はい、うん、まあ、そこはその中継でこのシーン見た時に山口のことがっておっしゃったのはやっぱりちょっとその完全にここを切り離して1対1の対応に完全になってたっていうことですよね。よく戻ったと思うんですけど、うん、多分そこまであの口を使ってプレーするタイプじゃないんですよ、はい、彼は変わってきてるかもしれないけど、はい、あの時にもう怒鳴りつけるような声で何か言ってた時に同じ対応したかと思います、うん、はい、うん、そのままっていうのが縦切れなのか分かんないですけど、はい、まあ、7万人弱入ってても、はい、あそこはですねトラックがあるんで、はい、意外に声がつき聞こえるんですよ。さすが2002年にプレッシャーだけです。めちゃくちゃでかい声で叫べば、はい、なんか伝わったんです。うん、ただちょっと1対1やったなって感じです。ああ、そうですね、はい。僕はこういう話も大好きです。さすがですね。戸田さんじゃないとなかなかできないですからね。逆にコロンビア、ハメスが後半聞いてたと思いますが、はい、前半よりハメスが生きた要因を聞きたいですと。前半はだって真ん中でしたもんね、基本ね。まあいいや、これこのままやっちゃいましょうか。はい、で左はだってムリエルとはでしょ、はい、これでしょ、マチャドでしょ、うん、で右はこれでしょ、アラシオスと、はい、セバシャン・ビジャン、うん、まあ、基本人いますもんね、うん、人がいて、はい、ある程度ボール運んできたときに、一回ほらあったでしょ、はい、ファルカオにボール入って、はい、こぼれ球で、ハメス、はい、左からクロスで、はい、まあ、あれは、まあ、ここにいる意味があったと思いますけど。はい、でも、あれだけですよね、あれに。あれだけ。はい、あとは、彼が動いたときに、他がちゃんと連動できるから、うん、そこのちょっと感覚は、足らなかったかもしれないし、はい、もちろん、デルマのパフォーマンスが非常に良くなかったので、はい、そこにボールが行く前に捉えちゃったっていうところがあったから、はい、
ハメスがっていうよりは、うん、ハメスのとファルカのところにボールを届けられるだけのものを持ててなかったですね、うんうん、それがある程度ポジションが、まあ、外になったとかになると、はい、まあ、ボールはある程度中と消されても渡すことは多分できるので、はい、この中盤の2センターの後ろに構えてて、うん、そこにボールが綺麗に入るってなかなかないじゃないですか、ないと、はい、うん、よっぽどです、まあ、そうですね、そこから動いたとしてもちゃんとそこにちゃんと届けられる、うん、まあ、ビルドアップがなきゃいけないと思うんで、うん、なかなかできなかったと思うしなかなかできなかったと思うし、はい、そういう意味では後半の方が、うん、ちょっとこう窮屈ですけど、はい、ただ左利きな分中に入っていけるんで、はい、だそこで存在感を出したなという感じはしました、うんうんうん、はい、あと結構ここに来てガンガン来てますけど、うん、あと一つぐらい呼びましょうか、はい、今日迷惑かけちゃった、ね、はい、すいません、 Facebook のグループの皆さんお待たせしましたということで、香川が入ってから、まあ、前線からの守備のアプローチが変わった時に、うん、はい、後ろはあまりついて来ていない気がしたのですが、 あれはプレスのかけ方が個人に依存しているせいですかと。なるほど、鋭いですね、ズバッときましたね、はい、まず香川の守備はうまかったですよ、うん、まあ、彼はいつもやってますけどね、はい、だ意外にあれですね、ベシクタシでも連動しないですね、あ、みんな後ろはついてこない香川がそういうのうまいっていうのを周りは分かってます、分かってると思うんだけどな、はい、ちゃんと中盤のこの例えばね1枚出て、はい、消して、うん、でそこから出て今日なんかキーパーまで行きました、うん、その時にキーパーから出たところに準備ができてる、映、はい、うん、ってないんで、うん、もうちょっとベースカメラ引いてくださいっていうのは、はい、うん、言いましたけど、これだけ例えば局面作ってくれたら、はい、最悪競りたいですよ、うん、もう蹴るしかないわけですけど、ね、蹴るしかないです、はい、しかももう確実にもう蹴る方向が決まってるんで、あ、そこまで限定しながらキーパーにプレッシングいってくれてるってことですよね、はい、で追ってる、うん、追いかける展開なので、うん、当然前には行きますし、はい、その時にやっぱ蹴ったボールがディフェンダーの手前のに入ってしまうっていうのは正しくはないでしょうね、うん、間違いなく、うんうん、だから前の特に1列目2列目でボールが取れることってそんなにないはずだから、はい、うん、そこからもちろん守備は行われるんでしょうけど、はい、前に取ってくれることを期待しちゃダメですよね、うんうん、ちゃんとしっかり準備して前の選手たちが作ってくれた環境をしっかり活用しなきゃいけないと思うので、うん、はい、で基本的には近いところから、だから前半も言いましたけど、その近いところに対して早く出過ぎちゃうと、うん、その裏にボールが入ってくるので、はい、できれば局面作ったら近いところに入れさせた方がいいはずなんで、うん、でそこにかけてかけて最終的に蹴らせるっていうことができればいいんですけど、はい、まあでもしっかりあれだけ追ってくれてたんで、もう少し後ろも反応して、うん、そうですね、できたらよかったんじゃないかな。野田さんもおっしゃったけど、ここで、まあ、スロイに出ましたけどフリーでヘディングしてるシーンなんかありましたもんね。あれもそう、あれもギリギリですよ、うん、ラインを出てるの、うん、もう少しやっぱりもう明らかにこの68が、はい、キーパーが蹴る直前にはもう 20m ぐらいになってるんですよ、はい、幅が、うん、だからしてここまで佐々木が来いって話じゃなくて、うん、でも少なくとも、うん、スライドスライドでもう狙っときたいよねっていう、うん、ここからエデルソンだったらここまで蹴ったとしてもうそこまで蹴れないのも分かってるはずだから、うん、もう少し狙いたいですね、うん、もう少ししっかり競って近いところこぼれ、うん、背後も狙うっていうのはできたらよかったかな、うん、もうそういうフェーズになって追ってましたからね、はい、前の選手がとは感じます、はい、あとは、まあ、柴崎の評価のところで、うん、アジアカップの時は柴崎の縦の意識が過剰でしたが、今日はどうでしたか、はい、という質問。前半多分言いましたよね、はい、まあ、ゾーンの3ぐらいに入った時に、はい、ボール受けて、うん、出すふりしてキャンセル、うん、できたで外に行くのがあって、はい、ただそれは言ったんですけど、うん、アジアカップの時のような感じじゃなかったですね、うん、そうですね、今日はだいぶバランス取ってました。守備のところはそのハメスにボールが入っちゃった場面はちょっと僕は多分言ったと思いますけど、うん、まあ、それ山口も一緒なんでしょうけど、うん、前の1列目がある程度こう作ってくれた時に、はい、あここに来るってのは例えば分かったとしても、うん、はい、あんま早く例えば出過ぎちゃうと、うん、はい、もちろん守備のほら基本って、はい、基本っていうかその優先順位は何だったらインターセプトじゃないですか、はい、もちろんそれができたら一番いいんですけど、うん、あんま早く出過ぎちゃうと、はい、もう一列奥があるんで、うん、でもまあ近いところだからボールサイドだから出ていいとして、うん、もう一人はどうするんだって話ですから、ここが多分なくて、うん、ハメスのところにこぼれたんです、はい、同列だったってことですよね多分、うん、まあ、間に合わなかった可能性もありますけど、ね、うん、
そういう意味ではあんまりこう横に簡単に並びすぎない、はい、マンツーマンじゃないから、うん、そこだけかな、うん、こういうちょっと若干食いつきが早い時は、うん、何個かありました、うん、ただ結果的にそこは使われてないですけど、はい、うん、こんな感じかな、うん、ネガティブには見えなかったですか、うん、非常に攻撃でもランニングもしてないし、はい、うん、あれだけ試合出てないのによくあのパフォーマンス出せるなと思って、僕は見てました。練習頑張ってんじゃないですか。そうですよね、多分ね、はい、うんうん、やっぱりね、欧米の選手たちより日本人真面目っすよ、うん、だって俺だってロンドンいた時に、うん、はい、こんなプロフェッショナル見たことないって言われました。あ、大したことないですよ。いやいや、能力の部分じゃなくて、はい、うん、取り組みとか、うん、うん、だからやっぱりしっかりやるはずだから、はい、絶対腐らずにやってますからね。クラブで出られない状況に負けるわけにいかないし、はい、ただ現状のエタフェだと難しいのかもしれないけど、はい、まあ、そういう意味ではなんだろうな、こういう代表の試合でしっかり見せながら、はい、次を探さなきゃいけないですね、うんうん、まあ、そういう意味ではコパアメリカにまた出られて、はい、いいものが見せられると違うんじゃないですか、うん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 、もうだいぶ行きましたか。もうそうですね、そうですね、もうすぐ10時になり、うん、はい、22時になりますんで、じゃあそろそろ閉じましょうか。はい、はい、じゃあ最後に、まあ1戦目があってまた2戦目やるので、まあ、はい、そうですね、はい、まあ、次はボリビア戦火曜日で、はい、下田さんとの、あ、次はまた下田さんにお願いしました、はい、はい、で次はちゃんとまたグループの方で見られるようにするので、はい、今日はすいませんご迷惑をおかけしました、はい、ぜひ見てもらいたいなというと、はい、やっぱ平日だとねリアルタイムでなかなか見られない場合もあるんですけど、はい、まあ、アーカイブには残ってると思う、はい、YouTube の方も含めて、はいはい、まあ、時間見つけて覗いてもらえたらいいなと思いますし、はい、いろんな視聴の仕方があっていいと思っているので、うん、まあ、僕はこれも一つのサッカー観戦だと思って一生懸命やってますので、はい、まあ、今後も続けていきますから、はい、まあ、引き続き応援してもらえたらなと思います、はいはい、小沢君にも、はいはい、今日はお疲れ様でした。新解説ご覧いただきましてありがとうございました。小沢さんお疲れ様でした、はい、失礼します。